皆様おはようございます。天才横山でございます。おはようございます、川村彩奈です。今日なんか、はい、いつもよりも道路がちょっとだけ混んでいて、で家を出てですぐ道路に車をキュッと乗っけた時に、はい、あ、なんか違うと思って、はあはあ、念のために信号が止まった時に、車がね、はい、信号で馬様にちょっと今日ギリギリかもよって言って、はい、で LINE したの。だから馬様から国道54号線も2キロ半渋滞してるっていう交通情報をやってるから、はい、年末だからいつもより混んでるのかもしれませんねみたいな LINE が来たの、うん、であそうかなとかって思いながら、じわ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 、あれこれちょっと危ないかもしんないって思う瞬間もあったりとか、うん、はい、あ、まあギリギリ間に合うかって思う瞬間もあったりとかしながら、ようやく会社の近くの白島小学校北交差点っていうとこがある、でそこで右折すると RCC にわーっと入っていけますよっていうところ、だから RCC まであと 300m、400m ぐらいのところの交差点に車を右折させようと思って、はい、頭をちょっとだけ入れてたの、はい、だから反対側も混んでんのね、はい、だから反対側の人と俺がちょうどこうお見合いをしてるみたいな感じだったの、だからさ、ちょうど俺の右斜め前45度ぐらいのところに黒い軽自動車が止まってて、女の人だったの、運転手が、はい、だからね、その人がそのマスクをさって取ったの、はい、で俺はってなんかはって思ったの、車の中でマスク取ったから、はい、あ、マスク取ったなと思って、そしたらあの鏡を見ながらリップクリームを塗り始めたの、あた時に、なんかわかんないけどセクシーって思ってセクシーって思った右折直前に、ね、うん、もうこのまま信号は赤のままでいいよと思って、この人をずっと見続けられるんだったら信号は青、ご遠慮願いますって感じだったまあまあまあ、その女性の方もね、はい、突然気になったんでしょうね、おうおうおう、でちょうどよく信号で止まったものだから、うん、マスクを外してリップクリームしたんでしょうけど、見られてるもんですよね、見てるよね、はい、あのほら横断歩道渡ってる時っていうのも車の人は見てるし、はい、で車の人は見られてないと思うけど車の中の人も見られてるよね外の人からね、意外とそうですよね、だからリップじゃなくて私も助手席に乗ったりしてる時に、うん、隣の車の人が眉毛描いてたりとか、はい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 、どんどん顔が出来上がっていくっていうのを信号中に見たりとかすると、うん、川村さんが助手席に乗る時はどういう時かよく分かんないですけども、はいはい、いやいや、ありますよ、私も助手席に乗る、俺一回川村さんが助手席の窓に飛び乗ったっていうのを見たこと、いやいや獣のように扉を開けずにどうだうーんって降りたところにさーって飛び乗ったの一回見たことが飛び乗ってないです、どんな車ですか俺本当獣が横切ったと川村さんがパーってそんなチーターみたいなことしてませんよいやだけどね、はい、そのリップを塗る女の人を見た時に、そういえば最近見ず知らずの人の素顔を見てないなと思ったの、そうですね、皆さんマスクされてますもんね、そうなんで、ほらマスクを外す機会もないし、はい、で俺さ、その白島小学校北交差点から RCC まで残りは 300-400m の時にもう一個だけ信号があるのね、で結局曲がってからもう一回だけ信号に止まったから、はい、あ、でも間に合うわ、ギリギリ間に合うとかって思って、よかったとかって思いながらも、はい、今の若い人たちが恋愛をしようと思った時に、うん、俺たちはさ1回目か2回目はもうご飯だけだけど、3回目ぐらいでチューができたらいいかなとかってで、それは男も女もそうじゃん、なんか3回目ってありますよね、3回目のデートでなんかが起こりそうな気がします、1、2、だーみたいな、ちょ3回目でアホになっていいみたいな懐かしい感じがするじゃない、はい、だから今はさ、うん、そのマスクを外すとかそのコロナのことを気をつけなきゃいけないとかっていう、ええ、だからファーストキスのハードルがより一層上がったよね、マスクというベール一枚がものすごい高い壁になってるかもしれない、あれは大変だと思う、とかさ、ご飯行きましょうよっていうことの、はい、の段階で、うん、大丈夫、ちょっとじゃあデートの前に
PCR 検査受けてもらってもいいですかみたいな感じになるじゃない。人によってはね、うん、怖いですよね。いやだから、はい、俺たちの時よりも今の適齢期の方々は大変だよと思って。あ、そう思います、うん、ただでさえ出会いもなんか少ない気もするし、はい、そうだよね、うん、かといってそのインターネットの、うん、例えば婚活アプリとかでも今いっぱいあって、うん、私の友達ももう 2,3 組ぐらいはその婚活アプリで出会って結婚しても子供もいてっていう子たちが結構いるんですよ、はい、いやだって俺沖縄の南国の夜横ちゃんのとこに行って、なんかファンの集いみたいなのがちょっとあったのね、それでみんなの前で喋ったりとかしてて、でそれが12月の終わりと1月の頭に、はい、RBCI ラジオ、はい、南国の夜でオンエアされるの。お2週にわたり、俺なんと土曜日の夜10時、自分の番組と裏かぶりっていう。いや出たよ、出た出た、こういうことラジコが起こってできてからこういうことが起こってくるんですよね。2週にわたって自分の番組と裏かぶりっていうRBCI ラジオ、せめて1週にしてください。一斉してんだけど、はい、そのなんかファンの集いみたいなので来られた女の子もマッチングアプリ、はい、で、うん、今付き合ってる人がいるって言って、でみんないいですよマッチングアプリって言ってたけど、うん、いやでもこうやって出会いがさ全然今までと変わってくるじゃん。で前は恋愛とお見合いっていうのがあって、はい、で俺たちの時は恋愛お見合い合コンってやったんだよね。でこの合コンで出会ったっていうのが、はい、結婚式の時あんま言いにくいみたいな雰囲気があってはい、わかります。新郎と新婦は、ご友人の紹介で出会い、あ、合コン合コン合コンとかってみんなわかります。異業種交流会とかね、共通の食事会とか、ね、はいはい、なんかそういうのありますよ、ね、なんか言いにくいんだよねみたいなちょっと軽い人たちだと思われるんじゃないかとかっていう雰囲気もあったけど、はい、今はもう別に合コンで出会っても何も思わないの、ねえ、うん、出会いの場ですもんね、ちゃんとした。今度はマッチングアプリとかいわゆるアプリで、携帯上で出会いましたよって言うと、そうそうそう、なんかわかんないけどまだちょっとんって思うとこはあるよね。あ、でもこれがだんだん私そのハードルも低くなってきました、はい、あ、そう、でも結婚式でどうやって言うんだろうなとは気になるんですけど、うんうんうん、なんか素敵なご縁で運命の出会いがみたいな、そうだね、こと言うのかなとか。新郎と新婦は王様ゲームで出会い、新婦が王様の時に新郎がたまたま番号を言われたことによって、うん、芽生えた恋愛ですけれども、すごいピンポイントですね。まさに美女と野獣みたいな形でね本当あのディズニーワールドを見せていただいているような夢のような世界ですね。もう本当に今日の新婦を見させていただくと、まさにリアルシンデレラみたいな。誰がこの司会者変えてください思いつきにも程がありますよここの数分間でもどうやって言うのかなっていうことと、うんうん、本当に出会えないよねと、あとはもう個人的にはリアルに知らない人の素顔を全然見られてないっていう、はいはい、だから顔も覚えられない。だから私 RCC の新入社員も実はそうなんですよね、うん、だからみんなマスクしてるから、うん、素顔を知らないから、うん、パッてマスク取った状態で、例えば今後街ですれ違ったりした時に気づけるかなって、目元しか見てないですよ、ね、入社の時からずっとコロナウイルスで蔓延してるんで。だってさ、あの昨日のバイトの女の子と話してて、うんうん、だ修道大学なんだけど、はい、昨日の女の子はね、うんうん、たら4月から、大学に3回しか行ってないっつって。どう？それで12月何日かでもう終わるんだっつって。で冬休みに入るんだ。だから私今年度は3回しか授業出てないっつって。あら、ってことは1年生もそうなわけよ。まあね、そうですよね、うん、ただもう誰も分かんないよね、うん、友達が人生で迷子になってる時だよね。高校卒業して大学行ったけどどこにも属してなくて家にずっといるみたいな迷子だよね、うん、何をするわけにもいかず、うん、どこにも行けずね、うん、そうですね。あと今日のバイトはなんかほらいつも不愛想だからさ、いつもからかうじゃんそんなことない。お前今日久しぶりだなとかっつって、はい、最近バイト来なかったなって言ったの。あ、そしたらあのコロナでバイトしすぎて扶養を超える収入が出そうだからちょっとバイト控えてましたって。え、お前そんな儲けてるのって働いてるね。超金持ちなんだぜそうだったんだ。
なのに横山モーデのお菓子とかいつもさあれだす、なんか、そうだね、なんかくれよみたいな顔でいくけど、ね、あいつ超えそうなんだって扶養手当のところの額を。結構言ってますよそれ。お前親孝行だな。いい娘だな。いや大事大事、今のうちに貯めておきましょう本当に。でも知らなかった、そんなに RCC を支えてくれてるんですね。そうなのよ。俺びっくりしてさ、お前全然最近来ねえじゃねえかよって、寂しいじゃねえかとかって言って、うん、いや不要なんすよってで、なになに不要って何だ、いや不要です、不要、あの不要からはみ出そうらしいんですよ。100万103万かなんか超えて、だからちょっと抑えてるんですよ今って。すげえ、なんかわかんないけどお前俺が思ってるよりも大人って思ってかっこいい。不要とかあんまり私使ったことない。俺も何にも思ったことない。前さ2000年過ぎてミレニアムで騒いでた、はい、あと 2,3 年後ぐらいの時って、あのさ、うちのテレビの番組とかって、はい、アルバイトさんがタクシーチケットを持ってるって時があったの、預けてあんの、はい、それで「おい!」っつって「チケットチケット!」とかって「タレント送り!」とかっつって、あ、うん、でなんかみんなもらうじゃん、はい、た時にいい社員たちが、ベテランの社員たちがみんなバイトにチケットをもらうために並んでるって言ってこうやってなんかさ「はい」っつって「これ本当にタレント送りですか?」っつって「はい」っつって渡されて「おありがとな」とかって言うけど、俺らなんでこのバイトにの機嫌を取ってタクシーチケットもらおうと思ってんだみたいな時があって、この現場で一番偉いのはこいつじゃないかって思ってたけど、はい、今日この現場の中で一番金持ってるのはあいつだなと思って、そうですね、そうでしょうね、間違いなく。びっくり、トップオブトップですね。かっこいい。まあでもね、そういう話が出てくると、うん、年末とかね、はい、近づいてきたなとも思いますけれども。ラジオネーム、秋生まれのおばちゃんさんです、はいはい、来週はクリスマス、そして再来週は元旦、今年もあと半月なんですね、うん、昨日19歳の娘が、そういえばこの間こんなんみたいよと言い、スマホで撮った写真を見せてくれました、はい、これ車体がクリスマスペインティングをされていて、うん、運転手さんもサンタの格好をされたサンタタクシーでした。タクシーが信号で止まった時、娘が写真を撮ろうとしたら運転手さんがこちらを向いてピースまでしてくれたそうです、うん、来週はチャリティーミュージックソン、みんなが誰かのサンタさんになれる日ですね。おばちゃんサンタも微力ではありますが参加をさせていただきます、はい、この時期にあれだよね、あのデリバリーとかさ、はい、ピザとかなんかああいうの撮ったりとかするとサンタの帽子とかできたりするよね。はい、それだけで嬉しいですね。だけどバイトさんはやる気がなかったりとかするんだよね。不愛想なサンタだわとか。そう、 RGC の近くにあるスーパーもクリスマスの時期になると、うん、いろんなクリスマス帽子とか、うん、トナカイの角とかをレジの方がされてるんですけど、うん、明らかにやらされてるっていう、ね、人が。これは被らなきゃいけないんですかねっつって一回店長に聞きたくなるようなのを被らされて。いやそうなの、ミュージックソンもさ、はい、まああのほらうちのマサポヨとかがさうじうじさいろんなこと言ってくるじゃない。はい、で今朝も LINE が来てさ、はい、なんかちょっと夜の部とかがね、そのコロナのこととかでもう一回決まったフォーマットが全部今入れ替えられてて、でゲストが会社なんか入れないとか、はい、あと音楽やりたいけど、うん、歌うと飛沫が飛ぶから、はい、歌えないとかみたいなことになってて、もうゼロからゼロベースから今やり直してる最中で、はい、何にもまだ皆さんにはお伝えできませんみたいな状況なんだけど、どうやらこういろんな虫食いみたいになるらしいのね、はい、その換気のこともあったりとか、うん、人と人がミスになった状態でずっと長時間いたらまずいとかいうこともあって、なんかここは生、ここはなんか全国ネット撮る、はい、ここはうちからとかみたいな、うんうん、とかここは録音とかなんかいろんな手を変え品を変えやんなきゃいけないっつって、でうちのマサポヨが今朝も LINE でさ、なんかあれ24時間とか言ってっけど多分今年は名ばかり24時間になるねとかっつって、って言ってて、はい、まあそうですねっつって、まあでもいいんじゃないですか、そういう年もあってっつって、でああいう時もあったですよねとかって、はい、いろんなこと言えるじゃないですかっつって、だからまあ誰かにとってのサンタになりましょうよとかっつって、そうだねとかっつって、で2人でさ慰め合ったりとかしてたけど、スタッフから昨日横山さんと本名さんの2人が今年のそのミュージックソンはまあまあオンラインとかで皆さんに見ていただけるように映像とかも配信しましょうみたいなことを言っていて、
ついては、はい、お二人にお揃いの服を着てほしい。はあ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 、そうそうね、うん、そうらしいですね。そう、はい、でそれやっていただけますかって言ったから、俺は気乗りしないけどいいよって一応スーパーでだからサンタの格好させられてる人と一緒。その人だ、がっつりそうだ。あんな顔するのかないや別にさそこいいじゃん、そこだわらなくても。でしかも、うん、あのね、今年は残念ながら、はい、ステージとかがないんですよ、ね、ないのないの。だから正直そんなにものすごく気張っていく必要は正直ない、うん、ないのただだからネット上で配信が映像があったりとか、それはそうか、するから、うん、ヘアルックにしてほしいって言われたの。でもヘアルックである必要はないよね、ないですよね、やっぱりそうなんだよ、うん、さんと横山さんがペアルックです、うん、そうで色違いの服を着てほしいんですって言ったからそこいるその配慮みたいなことよ。そうですね、うん、しかもクリスマスだからある程度、ね、なんか緑とか赤とか、ね、うん、茶色とかになるんでしょうけど。そうだ ね、で横山さんが茶色で本田さんが赤とかだったら、あの、ね、なんで俺がトナカイなんだっていうことになります。俺が緑で、うん、本田の親父が赤とかさ、はい、みたいな2人でクリスマスカラーとか、そうですね。で一応胸にはスケキヨって書いてあるそれ今日でしょそれ今日着てるその大胆なセーターの話ですよねクリスマスカラーだけどスケキヨってだけ犬神家とか書いてあるようなどっちみたいな、心がポカポカする分それとも寒々する分どっちみたいな情報が渋滞するんですよこれはスタイリストさんも大変ですね、頭抱えてると思いますよ50代のおじさま2人のペアルックを決めるなんていう、まさかさ会社から来たメールが、はい、本田さんとペアルックをしていただきたいんですけど、いいですかっていう。まあね、うん、でも、うん、気乗りしないな。で、なんかあったら言ってくださいって言ったから、首がチクチクする服だけはやめてって言うのだけ言った。そうですね。心がチクチクしてたんだけど、首がチクチクするのだけはやめて。そうですね、うん。素材によってはしますからね。します。うん、でもそういえば、今 RCC ラジオで流れてるミュージックソンのジングルとかも、はい、横山さんと本田さんのは、はい、ちょっと おっさんズラブ的な、そういうものだったりしますもんね。だからまあペアルック、うん、一応それにもちょっとまあ似たような感じではあるのかもしれない。それによってさテンションが上がればいいよそれによってテンションが下がるっていう可能性があることをスタッフがぶっこんできたからなんてペアル今までさ、はい、そんなしたこともないじゃん。まあそうですよね、出演者たちが洋服を合わせましょうね、うん、みたいな、はいはいはい、まあね、私は中根アナウンサーと2年目の時にメインパーソナリティをさせていただいた時はペアだったんですけど、はい、それはまあ女だったから、うん、まあある程度いいけど、まあそうだね、うん、まあ男だったとしても、うん、50代だもん、そうだね、まあ、しかもそれぞれがやっぱ2人合わせて110歳だから、そうですね、うん、もう本当のサンタに近づいてきたどっちかがリアルにフィンランドから来たでしょみたいになっちゃうんだよねそうですね、うん、もしかしたらそうなる。あんだけミュージックソンに関してさ、はい、なんかこっち側に情報出してこない、うん、うちの編成とかさ、ね、その、はい、ちょっとすいませんタイムテーブルがまたちょっと全然変わってしまってとか、はい、でゲストもこの方来るはずだったらちょっと、あのスタジオの中呼べなくなったん で、でこの時間歌がダメになってとか、はい、でもう何も決まってないですよって言ってたスタッフから一番最初出た提案がペアルックだったから、もうほんとさ全員の首を手刀でえい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 ってもうやりたい、全員倒れていく、また準備が滞るこれまあでも楽しみではありますね。それぞれ RCC ラジオの看板番組、おはようラジオと御前様様を背負って立っているおじさま2人がペアルックで同じ歩みを進めるっていうのが、どうしよう、レースのエプロンとかだったらえそういうやつメイド壁的なやつみたいな奉仕するかな、さあどうかな、今日もリスナーの皆さんに奉仕するつもりでお送りしようと思う、はい、午前様様、今日は金曜日、今日のメニューです。10時20分頃は映画音楽コーナーです。今週は小説人間失格の誕生秘話を太宰を取り巻く3人の女性たちとの関係とともに描いたドラマ、2019年去年ですね公開の日本映画人間失格、太宰治と3人の女たちをご紹介します。はい、どうだったですか。これ監督が蜷川実花さん、はい、で蜷川さんらしい、うん、
色彩豊かな作品だなと思いましたけど、うん、はい、うん、太宰治さん、まあ、映画のね、うん、エンターテインメント性豊かに書かれてますけど、はい、こんな人だったのかなみたいな、うんうんうん、ちょっと良くないな。だからあれですよ、いい作品を残した方がいい人とは限らない、うんうん、大体そうなんですよね、うん、はい、まあそういうことですね、うん、ただ、はい、まあなんかこういった例えば文豪の方とかも今日それこそ直木賞だ芥川賞だみたいな候補の方が発表されてて、はい、あ、タレントガンガン入れてくんだなみたいな、あ、でも直木賞ってもともとそうだったよねっていう、いわゆる出版業界が不況に落ち込む中、人気付けをするためになんか国民栄誉賞みたいなもんだよ、政府が人気がなくなると誰かに国民栄誉賞を渡すみたいなのと一緒で、はい、直木賞、はい、すごい作品がいっぱいありますよっつって、さあ本屋さんにどうぞって言って、いわゆる広告塔だったんだよね、だから人気がある作品とか人気のある人とかにあげるっていうのが一番効果的で、だから作品の質ではないっていうところがスタートからあって、だけどどん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 作品の質みたいな感じになってきたけども、最近またこの出版業界が不況に落ち込んでるから、いや人気のある人とか話題になる人たちにあげとこうよみたいな雰囲気が、あ、今年もあるなとかって思ったりしたけど、太宰の時とかももう人気作家だからさ、うん、何を次書くのかって言って、もうみんながさ、はい、そのあなたの次の作品とかあなたの才能が欲しいみたいなことだから、それは男も女も寄ってくるわねってことでもあるよね、うん、ね、なんか男性にも女性にもモテモテだったんだなと思いながら、ね、うん、拝見いたしました。ずっと小栗旬が咳をしている映画、そう、あのその咳っていうのが、うん、今この時代、はい、特に私はおーって思いました。俺去年東京の映画館でこれを見たのね。ああそうなんですか。その時に後ろにいるおばちゃんがずっと咳をしてたの。あ、でスクリーンから小栗旬が太宰治が咳をし、はい、後ろからおばちゃんがリアルな咳をし、なんかもう咳を飛沫を浴びに行くみたいな状況だったけどあれもうコロナだったらダメだねとかと思いながら。絶対ダメですね、うんうん、でも本当にあの小栗旬さんもすごく素敵な映画でしたので、はい、今日の映画音楽コーナーは人間失格太宰治と3人の女たちについてご紹介します、はい、そして9時台と11時台にお送りしている午前様会議、今週は貸しました借りましたというテーマでお送りしています。ほいほい。例えば自分で買った本ですら読んでないまま積んでいる、積読状態でなかなか読まない本がある中で、こちらは貸してなんて言われて、なんて一言も言っていないのに親切でこの本貸してあげると言われた本ってよっぽど気合が入らないと読まないですよね。うん、思う、うん、すごい思う。あと自分が気乗りしない作品は、はい、書くのも進まないまた言ってる。昨日も聞きましたよ小説を書く手が進まないんですね、うん、要は今2つを書いてるの。あ、2つも、こっちとこっちって2つ書いてるの。ほら、進まないから。2つ書いてるから進まないんじゃないですか。どっちでもつまんなくなってるあちらを立てればこちらも立たず。いや悩むね悩む。だってさ、小説ってさ、宇宙にでも行けるんだぜ。まあそうですよね。なのに、うん、いつも心の話を書いてるみたいな気がしてちょっと突拍子もないこともしたいよねと思って書き出して、まあ、迷宮入りラビリンスまあでもそう考えると SF とか宇宙のこととかを小説で書く方っていうのはものすごい想像力だったりするんでしょうね、うん、すごいよ、うん、自分の人生本当にすごいと思う。あのスタンリー・キューブリックが作ったさ、はい、2001年宇宙の旅の、はいはい、アーサー・クラークという人が原作なんだけど、もうアーサー・クラークもキューブリック もうそういったことに関してはものすごい長けてるわけよ、はい、だからグラフィックなこととか未来はこうなるんじゃないかとか、で現実はこうであるみたいなことをすごい踏まえて、原作も映画監督も両方がトップっぽいからもう大喧嘩しながら作ったらしいんだけど、だけど当時作った映像とかさ、当時作った世界観を今のエンジニアが追っかけてるってね。だから NASA の人たちがほら2001のうちの旅のあれがあったじゃん、ああいうの作ろうよ、あ、それいいねって言って作ってる。だから現実を超えてんだよね、過去の方がね。そうですね、で今でも2001年宇宙の旅を好きな映画に挙げられる方多いですもんね。すごいよ、はい、世界で一番ファンが多い映画と言っても過言ではないからね。はい、本当に名作です ね、 ね、岡山さんもぜひそんな名作を、いやそうです、本当、はい、生み出していただけたらと思いますよ。はい、
ラビリンスからちょっとね解き放たれないといけない。ラビリンス気に入りました。はい、迷宮、よかったです。迷宮です、迷宮です、はい、迷宮ラブです。今週の会議のテーマ、貸しました借りましたでお送りしていきます。はい、今日も皆さんからたくさんのメッセージ待ってます。では行きましょう。朝の運試し、午前様クイズ。このコーナーは富士山の提供でお送りします。クイズの正解者の中から抽選で3人の方におつまみはもちろんお好み焼きに入れても最高、呉発祥のご当地珍味富士山自慢イカ姿フライゴールド6枚入り10袋をプレゼントします。応募の際にはクイズの答えと住所、氏名、年齢、電話番号をお忘れなく。さあ、それでは今週の御前様会議のテーマ、貸しました借りましたにちなんで、今日は横山アナウンサーから問題です。借りました、そして貸しましたっていうことで言うと、はい、もう俺たちの世代、俺1967年昭和42年生まれ、今53歳なんですけど、はい、一番多感な時、高校生大学生ぐらいの時にレンタルビデオ屋さんっていうのが世に出てきました。はい、で中学の時にレンタルレコード屋さんっていうのができて、レコードって言ったんだけど、はい、レコードを借りられるっつって、はい、もうすごい熱狂して借りに行ったりとかして、でそこから何年か遅れてビデオテープが借りられますってことで、で当時はそんなに品数もないから、はい、借りに行ってもほとんどないのよ、はい、だけどレンタルビデオができるようになってからすごい品数が増えてきて、うん、作品数がどん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 増えてきて、でもう目に見えて近所にレンタルビデオがどんどんできていくの。ここなんか新しい店できてんねっつって、なんだろうね、あレンタルビデオ屋だっつって、うんうん、でここもあなんか新しい店できてんね、あレンタルビデオ屋だとかって、で個人店なんだよ大体。だからなんかレンタルビデオの川村とかさ、はい、ビデオ横山とかみたいな、全然今みたいにチェーン店とかじゃないから、個人で買って個人でこう対応してますみたいな感じもあって、でそうこうしてるうちにチェーン店みたいなのが出てきて、どんどん個人店を駆逐してくるのね。でその代わり品数ももうとんでもない、あそこすごいぞとかさ、うん、はい、みたいなのがあって、でああこういう時代が来たかと思ったんだけど、うん、大学生の時にみんなでレンタルビデオ屋さんに行って、はい、1人3本借りて、で5人なんですよ、はい、1人3本借りますビデオで、5人で15本、うん、ビデオを久間さんっていう人の家に行って、はい、でまずビデオテープを置きます、で1回解散で、全員自分の家に帰って自分の家にある、ビデオデッキとコードをバイクに積んで久間さん家にブーンってまた戻ります。で久間さん家に行って久間さんのデッキにそれを延々5人分つなぐの、はい、で今で言うともうノーモア映画泥棒アウトってことなんで、うん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 、もう著作権アウトってことなんで、はい、当時はビデオテープがさまだコピーガードとかついてなくって、あと著作権の意識みたいなのがないから、もうダビングして自分が持っときたいんだよね、はい、でそのダビング大会っていうのが月に1回か2ヶ月に1回ぐらい、結構頻度高いですね。高いですね、うん、だって新作とかも出るしさ、 あともっと言えば過去の作品とかで手元に持っときたいの。だって浦部さんとかはさ、はいはい、ずっと仮面ライダーを借りてんのかなって、うーん、仮面ライダーが見たいの、はい、俺たちは新作がダビングしたいの、浦部さん過去のものを自分の手元に持っておきたいみたいな。なるほど、まあ、人によってね、さまざまそれはありますよね、はい、でも2時間あるじゃないですか、はい、で15分でしょ、うん、大体30時間に及ぶミッションですすんごい1日超えてますね、はい、で夜始まるから、はい、大体なんか24時間テレビと同じようなサイクルで終わるみたいな感じなのよ最後はサライを流したい、ちょっとちょっとジンとくるみたいなでみんなあの出前取り係とか、あとお鍋作る係とかお菓子買ってくる係とか、あいいですね、ジュース買ってくる係とか、うん、楽しそうみたいなのがあって、はい、まあまあ面白いの合宿みたいになってそうですね、はい、その時に1個だけそのダビング大会、はい、5人でやるね、はい、約束事があったんですけども、それは一体どんな約束事だったでしょうかっていうのが今日の問題です。おならをしない。あーおならしないメンバーだったね。そんなメンバーいます？おならするメンバー、俺でもさ、はい、このメンバーの時はあ、ヘが出たとかって言えるけど、このメンバーの時は出たけど知らん顔してるっていうか
人グループによって違うよね。あれあるよね。あるね。まあどれぐらい心の扉が開いてるかってことなんですか、ね、うんうんうん、あとここではこうしときたいみたいな自分が、うんうん、こう見られたいっていう見栄が出ちゃうんですね。なんだろうな、絶対に一人ずつお菓子を持ってくるときに、はい、チップス系チョコ系、うん、そして甘いと塩辛いを絶対一人ずつ持ってこないといけない、うん、なんかルール。いや、お菓子も持ってこなくていいんですよ。ああ買いに行くんですよ。はい、はい、で太宰府の横のところで五条ってあるんだけど、その五条にでっかいスーパーがあって、でそこに買いに行くんだけど、その買いに行くお金は映画研究部と部費なんだよね。ああ、だからお鍋とか作ったりとかするのね。でご飯とかも弁当も買ってきたりするけど、ああ、はい、それはいわゆる俺たちはたくさんの映画を見て研究しているっていう状態になってるから。いいサークルですね。そうなんです。映画研究部のみんなが月々1000円払う部費が溜まってってると、はい、じゃあビデオ大会行きます、ダビング大会行きますみたいな、下間さん家に集合ってなる。いいですね、うん、それは最高のサークルでしたね。最高でしたね。絶対に寝てはいけない。いや、寝ます、寝ますって言いました。あ、だから、寝んのっつって、じゃあ次これ終わってこの時に起きてよっつって言って、だからほらスタートとかさ、テープを入れ替えたりとか止めたりとか、はい、であとちょっとずっとやってるとデッキがすごい熱くなるの。はい、なりますよね。だから冷ましたりとか、ちょっと休憩の時間とかも取らなきゃいけないから、ちゃんとあの葬式の時とかに線香を絶やしちゃいけないっつって、みんなが寝ない、うん、寝ずの晩をするじゃない、あんな状況4人寝てっけど俺だけ起きとかなきゃとか。あ、絶対じゃあ誰かが、誰かが起きてる。そうですよね、うん、確かにスイッチを押す人になる、ね、そうなの、葬儀の時みたいな感じだった。いや、それ知らないです。当番制なんです、ね、さあ、ということで、はい、横山さんは大学時代に学生たち5人ぐらいでダビング大会、うん、映画のダビング大会をしていました、はい、でレンタルビデオ店から映画を借りてきて、それをみんなでダビングすると、うん、今では絶対やってはいけないことなんですけれども、はい、その時にあるルールがありました、うん、さて、それは一体どんなことでしょうというのが今日の問題です、はい、皆さんからの予想をお待ちしています。今日、すべてのコーナーへの宛先はこちらです。ファックスは 082-221-3300 082-221-3300、 メールは午前様様専用アドレス午前@rcc.net、車運転中の方は必ず安全な場所に車を止めてからお願いします、はい、応募の締め切りはこの後の天気予報が終わるまで。答えの発表は10時の頭、当選者の発表は番組のエンディングで行います。ごめんね、俺が言わなきゃいけないとこ全部言わせてるから噛んでるね。いや、そんなことないです、すみません。俺のとこ噛んだよね。どこだったっけ、なんて言うんだっけって突然わからなくなりました。もう一回任せちゃって午前様クイズ。このコーナーは富士山の提供でお送りしました。平成ラジオバラエティ午前様様 RCC 本社第2スタジオから、金曜朝の人笑い、あやなぞかけかけかけ、寒いからあったかいのをかけて。今週の午前様会議のテーマは貸しました借りましたということで、図書館の本とかけまして、お家にお客さんが来ましたと解きます。その心は貸し出します。なるほど、昔ながらの長屋なんでしょうね、やっぱね、お客さん来た時貸し出すってことはね。最近出さないもんね。まあまあそうですよね、うん、まあまあ、昔ながらの地域のつながり、もっとでも田舎に行くとたくあん出しますんだもんね。お菓子出してくれたらたくあん出すんだよね。夜ご飯も出てきたりしますもんね。今日も元気に面白く、横山エイズと川村愛菜の2人がお昼11時40分まで生放送でお送りします。天気予報、このコーナーはコインランドリー三冠王の提供でお送りします。さてさて、広島市中区元町上空ですけども、うっすらと雲が上空を覆ってます。でも青空もまあまあ見えてますよと、はい、で本郷、広島空港のあたりもそうですねということですけども、今日も朝寒かったですねというメールがたくさん来てますけども、ねはい、天気は今日は岸さんです。岸さん、はい、おはようございます。今朝も寒かったですね。今日も冷えましたね、はい、今朝と同じぐらいに冷えたところもありましたし、昨日よりも昨日よりと同じぐらい冷えたところもありましたし、うんうんはい、昨日よりももうちょっと冷えたところもあって、内陸部などでは氷点下5度ぐらいまで下がったところもあったんですよ、うんはい、まだ路面とかも凍結してるようなところあると思いますから、はい、今朝もですね、足元など十分注意してください。はい、
今日は昨日より少し日差しが控えめになりそうです。冬型の気圧配置は少し緩んではくるんですけれども、日本海に進む低気圧から伸びる前線が少しですね、ちょうど前線の端っこなんですが、それが夜通過していきそうなんですよ。はい、まあ、このために県内は南部の方では晴れ間始めてますけど、午後は雲が広がりやすくなって、北部の方は曇り空、夕方以降はまた雪とか冷たい雨、まあ、みぞれなどが降るようなところが出てきそうですね。はい、量としては少ないと思います。あと夜遅くなってくると南部の方にもそういった雨雲がかかってくる、ちょっとにわか雨ぐらいですけどね、かかってくるところもありそうです。はい、あと気温ですけれども、今日も最高気温は南部の方では10度ぐらい、北部では6度ぐらいで、まあ、昨日より若干 1,2 度ぐらいですけど高くなりそうなんですよね。はい、まあ、ですけども 1,2 度ですからね、やっぱり今日も暖かくしてね過ごしてください。はい、はい、週末どうですかお天気。はい、週末ですけれども、南部の方では晴れたり曇ったりですが、北部ではまた雪が降るような時間帯がありそうなんですよ。はい、全国的に冬型の気圧配置になりまして、寒気はまあ中心は北日本に入るんですけど、こっちにもちょっとやっぱり寒気入りやすくなりますので、あまり暖かくはないんですよね。まあ、例年の年末頃の気温で、まあ、今日ぐらいですけどね10度ぐらい、北部の方は 5,6 度ぐらいしか上がらないので、やっぱり週末にかけても冬の装いで、出かけてください。年末に向けての準備とかでね、お買い物とかで出かける方もいらっしゃると思いますけれども、手袋とかマフラーあった方がいいと思います。はい、わかりました。今何か目立った警報や注意報出てますか？はい、南部で乾燥注意報が出ています。火の元、あと気をつけていただいて、加湿器なので部屋の湿度も上げるようにしてください。はい、わかりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。天気予報は岸さんでした。僕の作文、私の作文。このコーナーはもみじまんじゅうの錦堂の提供でお送りします。さあ、今日は廿日市市立廿日市小学校6年生の田中春樹くんの作文です。タイトルは柿作りの苦労。柿作りの苦労。廿日市小学校6年田中春樹。僕たちは総合的な学習の時間で廿日市の魅力を紹介しようという学習をしています。その中でも僕たちは廿日市の特産品である柿について調べています。この日は地御前漁協の方々から牡蠣のことについて教わりました。お話を聞いて、牡蠣にも眼点という目があることや、冬に食べられる牡蠣が一番甘みが出て美味しいということが分かりました。牡蠣の生産者さんたちは様々な苦労をしているということも分かりました。牡蠣の養殖の作業は全てを手作業で行っているということです。牡蠣の身と貝殻を外す作業は早い人で2秒でできているということを聞き驚きました。職人さんはさすがだなと思いました。またクロダイが育てている牡蠣を食べてしまうため食べられないように工夫しているそうです。このように牡蠣を育てる職人さんたちはいろいろな苦労を乗り越えて牡蠣を作っているということが分かりました。僕は牡蠣のことを教わる前は牡蠣があまり好きではなかったけど、今回牡蠣のことについてたくさん知ることができて、また牡蠣を食べてみたいと思いました。ここまで知ってたらもう素晴らしい。春樹くんは牡蠣博士ですね。俺うちのテレビのニュースとか、はい、うちのラジオカーとか、はい、よりも春樹くんの説明が牡蠣のことは分かってるそうだ、そうですねとそうですね、確かにコンパクトによくまとまってたわ。牡蠣にもね、眼点っていう目があったりとか、あとクロダイが食べに来るんだよ。はい、そうですね、気をつけなきゃいけないんだよ。うん、しかもね、かき打ちは早い人でも2秒、2秒目がかかんなくて全部手作業で行かない、すごいわ。まとめる力と伝える力と明瞭な言葉、はい、パーフェクト、パーフェクト。しかも教わる前はかきがあんまり好きじゃなかったって言っちゃう、この正直さもまた素晴らしい。いや、正直言うとさっきの岸さんより断然うまいもん。そんなことないです。みんなそれぞれ全然岸さんの提供分かんなかったけど、みんな良さがある。春樹君やってくれたらいいのに。うん、
みんなそれぞれみんなちゃんとしたとこでポジションで頑張ってます。うちのウェザーセンターとかできたらしいからさ、ちょっとそうなんですよ、入ってくれたらいいよ。RCC の事情関係ないですよね。はるきくん素晴らしかったです。最高、すげえうまかった、はい、今日は廿日市立廿日市小学校6年生の田中はるきくん、柿作りの苦労をお送りしました。さあ来週月曜日ですけども、広島市立春日野小学校5年生の渡里一生くんの作文をお送りします。どうぞお楽しみに。毛深子さんです。はい。早朝6時前ゴミ捨てに行きました。同じフロアに住む80代の女性の家から馬かっちゃんの匂いが漂ってきました、うん、なんかかっこいいなと思いました。かっこいいね、うん、俺は宮崎の朝ごはんうな丼だったからね、かっこいいなと思ったよね。かっこいい。底冷えするね。もうそんな季節ですね。なんか寒いっていうこと、はい、よりも1ランクちょっと重たい感じの冷たさ、はい、なんか風が吹いてて寒い、なんか皮膚が寒いじゃなくてなんか体の中が冷やされてるみたいな、ね、内臓キンキンって感じ、しかも屋内に入ってもしばらくずっとこの冷たさが持続する感じ、うんうん、残んの、うん、あの温泉入った時に体一回拭くけど、はい、体が温まってから中が、だからどんどん汗出てくるのとあれの逆だよね。そんな季節ですよ、もうどんどん寒くなりますからね、うん、いやだってさ、うん、俺明日横劇じゃない、はい、であと静岡放送ジュネランマンのジュネさんと、はい、あと原田さんと、ええ、あと和歌山のなんとか丸っていう五郎丸だったかな、引退したあーラグビーの、うんうん、指立てて艦長の格好する人、艦長じゃないです、なんか五郎丸さん和歌山にいるの喋り手が落語家、うん、落語家の、うん、の人とズームで静岡のイベント出んの、はい、ゲストですよね。だから横山さんとそのしそ丸さんが、五郎丸ね。いやこのままじゃダメ、昔阪神に源五郎丸って言ったけどね。そうなんですか。ゲストで呼ばれてるんですね、嬉しいですね。でもジュネさんと原田さんとお話できるの、はい、初めてなの、初めてあのこうやって顔を向き合わせて、うん、まあ、ズームとはいえ、はい、喋るのね。でイベント静岡で出るんだけど、はいはい、それ終わってキョンキョンと今度は逆に自分の横劇イベントで、はい、福山行きましてシネマモードであるでしょ。で日曜日今度は大工広島あるじゃん、はい、だから考えたらさ、大工広島の時って必ずむちゃくちゃ雪降ってたよね。あ、そうですね。で東京とかさ、もう日本中から広島のその平和都市広島での大工を歌いたいという方が、はい、本当日本中から来られるから、合唱団として、うん、でその皆さんが雪で帰れないとか、はいろいろあったよね。ありました。だから多分この時期むっちゃ寒いんだよきっと、うんうん、大雨だった時もあったし、私もいつもこう回路とかをお腹と背中に挟み撃ちして貼って大工とかやってます、うん、2年か3年に1回は大雪で来れない帰れないみたいな、はい、すごいあんの。ありますね。あと指揮者によって大工のスピードが違うんだよね。はい、違う。だから早い大工っていう人とゆっくりの大工っていう人がいて、うん、ゆっくりの時は東京の人が時計とか見んの、これ間に合うのか、帰るの間に合うのかみたいになるの。全然違いますよね。まだびっくりしますけど、それぞれちゃんとなんか色があって素敵だなと毎年思います、うん、あ、うん、まあね、本当に年末感も出てきましたけれども、うん、そんな中で本家の嫁さんです、はい、本家の嫁さんです。我が家では正月恒例の親族大集合はコロナウイルスの感染拡大を受け中止となりました、うん、命あっての親族大集合とはいえ、嫁いで初めての家族だけでの年末年始となります、はい、本家の嫁としてはおもてなしからの解放にちょっぴり嬉しいです。出た、もうこの時期になると必ず出てくる本家分家論争ね。分家は分家で嫌なんだよっていう、本家は本家でめんどくさいんだよっていうね。そうなんでしょうね、広島ならではと言ったらいいんですかね、まあ、どうなんだろうね、地方によって。俺いつも言うけど、はい、我が宮崎ではあんま言わなかったんだよ、本家とか分家とか、うん、はい、広島来てからみんなすごい意識があるんだよね。へー、あんまりですけどね、まあ、私も両親は山口なんで、うん、違うかもしれないけど、うん、そうです。でもあるんだろうね、各地で。絶対あると思います。絶対あるよね。だからほら、長男の嫁次男の嫁とかと一緒でさ、墓守とかもね、うん、ゆくゆくはあるでしょうし、ねえ、お墓とかどうなんのかね。うーん、俺昨日それこそ言われたんだけどさ、はい、え、お墓ってどこって言われたのね。
うちに住まう人に、はい、どこに、え、広島に作るかなとかって、ちょうどさ、うん、NHK でさ、はい、奥さんをのお骨を宇宙に飛ばしたっていう人がいたの。へー、今 NASA がやってんの。あー、で100万円ぐらいとか、はい、なんかいっぱいいろんなバリエーションがあるの。へー、人工衛星に自分の大切な人のお骨を乗せて、うん、はい、240年間はずっと地球の周りをぐるぐる回ってるんだって。それで240年ぐらい経つと、はい、もう耐久年数が過ぎて、はい、で地球に向かって戻ってこようとするんだって、はい、人工衛星が、だけど大気圏を突き抜けられなくってそこでバーンって燃えてなくなるんだって。なるほど。でそのバージョンが100万円ぐらい、あとは、宇宙の先の先まで延々ただずーっと宇宙旅行ってずーっと行く分、はい、だからブラックホールがどこにあるのかみたいなことをずーっと、はいはい、延々向こうに行っても戻ってくることがないっていうのが240万円とかっていうのがあって、そんなになんだねっつって。でも飛ばせるんですね。飛ばせんので、その飛ばしたご主人はそのぐるっと240年地球上を回ってるっていうのを奥さんがキャビンアテンダント、昔のシュワデスさんで、空が好きだったから最後の妻に向けてのこれがあのプレゼントですって言って飛ばしたらしいの。それでずっと夜になると奥さんを探すために空を見てるんですって、うん、はい、いや素敵ねとちょっと思うけど、うん、俺は酸素ないところに行きたくないよねってちょっと思ったの重力も酸素もない、うん、そうで、その時にうちに住まう人が、はい、お墓どうすで お骨をどうしてほしいって言われて、海に撒くとかは嫌だって、俺海苦手だしって言ってで宇宙も空気がないから、はい、いや息苦しい気がすると、うん、はい、宮崎って、いや宮崎もなんか田舎だから嫌かもっつって、おどこっつって言われて、はい、ちょっともうちょっと考えさせてっつってまあそうですね、うんうん、亡くなった後の方が長いかもしれないですもんね、うん、でもさ、うん、墓守を誰もしてくんなくなるわけじゃん。そうですよ、うん、そういうところも今いっぱいありますしね。いっぱいあるよ、はい、どうする。いや旦那ができたら旦那ん家の家とかの墓に入る。うーん、そういうことになるんですかね。でも選べるよ、川村家にも。そうですよね、うん、確かに今うちは、うん、周防大島におばあちゃん方のお墓があって、うん、でおじいちゃん方も周防大島にあるんですよ。はははで、でも両親はどういう風に考えてるのか分かんないですし、うんうん、お母さんは海に撒いてほしいって言うんですけど。へー、お母さん海がすごく好きで。え、お母さんの骨を潰して段ボールにしてほしいとか言わなかった？私はそれで何を作ったらいいんですかだってさ、指輪とかできるんだってよ、お骨潰してとか、ペンダントとか。外せないですね、でも、うん、とかなくした時とかに、あっとかって、うんうん、それでなんか洗面所とかに指輪取ってさ置いといて手洗ったりとかして、はい、でとなんか持って帰るの忘れたりとか、ね、次の人が来て、そうそうそう、なんかすごいいいのがあるってしたけど、これ骨って可能性がある人のお骨っていう可能性がある、まあね、骨性っていうわけじゃないんですけどちょっと組み込まれてるだけであって、でもそういうのもね、うん、ちゃんと話さないとダメですよね。そうだから、お正月会った時とかに、うん、みんなちょっと酔っ払った時とかに、はい、本家だ分家だって騒いでる時に、話すべきだよね。今年もね、それもなかなかできないかもしれないから、うん、来年また集まれたら話したいことをリストアップしとった方がいいかもしれないですね。いや、そうだね。いやー、でも突然っていうこともありえますから、うん、あるからね、困りますもんね、うん、いや、どうしようと思うと思う。特にコロナとかがあるじゃない、はい、だからかかった死んだっていう可能性もあるからね、話せないままにってことありますもんね。で誰にも会えないとかさ、うん、でそれこそそんな お骨がどうっていう話でもないよっていうこともあるじゃない、はい、いやもう、ね、もういろんなバージョン考えておかないと。確かに埋葬の仕方も増えてますね、樹木葬だったりとか、はい、ね、合葬だったりとか。どうしてほしい私樹木葬かもしれないです。え、木木木、へー、桜。俺な、全然思いつかない。ただなんかお墓の下にいるのは嫌だよね、寒そうだしさ全部嫌なんじゃないですかで今横山さんが何々そうって言った感覚は、うん、全てないわけですからね、うん、コンビニとかに置いといてほしい。なんかコンビニなんか人の出入りとかがいっぱいあるとこがいい。人が好きなんですね。あの流れ川の入り口のところにドンキホーテあるじゃん。
あ、あります、あります。あのドン・キホーテの中にひっそりといたい。嫌です、ドン・キホーテ側にも拒否権ありますから。みんなが、お、見たい、若い子とか、ああ、もうなんか、だあ、薄着になったけど夏かとかって。あ、わかりました。じゃあもう横山さんは、待ち合わせ場所のところにも、ハチ公みたいな、ハチ公的なところにあったらいいんじゃないですか。新天地公園がいい。新天地公園に置いといてじゃん。俺のお骨。一応、一応ね、まあ私には権限ないですけど、考えて。あの辺がいい。なんかみんながちょっと楽しそうにしてるとこにいたい。いや、でももうなんか、近く通ったらいいなって聞こえてきそうですもん。どっちがいい？そう、結婚しました。昔ね、それこそ長谷川亮平さん。ええ。俺がもの大尊敬してるさ、あの、広島カープの大エースだった。はい。97勝したね。亮平さんとかは、俺もう本当なんか影響受けてるからさ、年を取れば取るほど、人がいるとこに行った方がいいよ、つって。年を取って人がいないとこ、田舎とかに行くと本当寂しいと思う、つって。はい。うん、だから、うん、俺はなんか街中に住んでるんだけどね、つって。っていつも言われてて、はい、俺もちょっと似てる気がすんの。賑やかなとこが好きだから、でも人によってはさ、ある程度の年齢を重ねて、例えば子供の世話とかが終わって、はい、自分たちだけになったら田舎でひっそりと、うん、農家でもしながらとかっていう人もいるじゃない、はい、どっちがいい？町と田舎。私はやっぱ周防大島がすごく好きなんですよ、はいはい、だからゆくゆくは町長周防大島、周防大島って市、周防大島町です、町、はい、町長、ちょっと、いやでももうそんなことできない、川村彩菜でございます、できないです、絶対できない、何にも分かんない、広島では大スターみたいな、広島でもスターじゃない、輝けてない、こんな田舎まで舞い降りてまいりました。なんで上から目線ですか。だからみかん鍋反対みたいな。みかん鍋美味しいですよ、もう食べたことはないですけど、はい、きっと美味しいと思います。中根が美味しかったです。ああそうですか、はい、よかった。ただみかんは食べてないっつって。なんでみかん食べてないんですか。それが主役でしょ。柑橘の香りがするんだって、みかんの。はい。だからなんかでしょうね、つみれみたいなのとか、はい、とかがちょっと柑橘の味になってるんだって。うん、美味しかったですよって。ただなんかみかんが丸ごと入ってるんですけど、あれは食べてないっつって、って食べるやつって一番それがメインだろうがっつって。それ食べてほしかったです、ね、すき焼きやったけど肉は食べてませんみたいなもんで。まあだから私はその大島の穏やかさっていうのはすごく好きで、憧れるところではあります。ああ、俺らも宮崎だからさ、はい、太平洋側でさ、ええ、もうほんと水平線がブワーッと180度広がってるみたいなところで住んでたけど、ええ、かといって海側がいいかって言うとそうでもないんだよね。で山側がいいかって言われても、うん、なんか陰気な気がするし。だから町、だからドン・キホーテ、ドン・キホーテ。好きなんですね、ドン・キホーテ、うん。ドン・キホーテがいい。まあなんか、新天地公園しかり、ドン・キホーテしかり、うん、とにかく人がいるところにいたいっていう。はい、うん、そうですね。にぎやかなとこ。いやー、絶対近く通るのやめようと思います。そんなことになったら。ひょっとしたら俺がドン、ドン、ドン、ドン・キっていう、俺が歌ってるかもしれない。え、聞こえる聞こえる。館内放送がないところでも、ドン、ドン、ドンつって俺がずっと。どんな心霊現象ですね。何これ、珍百景に応募します。チャン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 チャーンって俺がどんどんどんって。そうですね、ここの同期で遺骨が一個だけ置いてありますみたいな。怖い怖い。なんでってなりますからね。横山さんでも元気に長生きしてください。そうだね、みんなも考えようぜ。年の瀬だからさ、いろいろ。はい、自分が亡くなったらどうしてほしいか、うん、だから会えないから逆に考える時間ができるじゃん、うん、そうですね、うん、で休みも長そうだしね、うん、はい、で会えた時に伝えればいいわけですもんね、うんうん、考える年の瀬、考えたんだけどさっつって俺ドンキとちょっとやりたいんだよね、最終的なコラボみたいな。なんで亡くなってからコラボするんですか。この人考えすぎたんだなと思います。なんか一回回っておかしな方行ったよねみたいに。あとはね、はい、本日特命、娘の職場で新型コロナ陽性の同僚が一人出ました、はい、娘は濃厚接触者にあたり、はい、翌日 PCR 検査を受けました、うん、結局検査の翌日に陰性が確認されて安心したのですが、はい、それまで娘には2階の部屋から出ないように指示をし、うん、娘が触るドアノブなど頻繁に消毒しました、はい、娘本人は腫れ物に触るように隔離されることに半分はぶてていましたが、うん、これは致し方がないことですよね。そうですね。
陰性が分かるまでは本当に心配でした、私や妻は彼女の陰性が分かるまで仕事に出られなかったし、陽性だった場合本当にどうすればいいのか不安でした、うん、今回のことって身に染みて身近に感じ、誰がなっても致し方ないなと思いました。ねえ、本当に珍しいことではもうなくなりました ね、陽性者とか濃厚接触者とかね、避けても避けても近づいてくるっていうのがなんとなく印象ですよね、うん、もうどこで陽性者とかじゃなくてもうそこで出たとかここで出たってことになりますもんね、うんうんうん、続いてミネストローネミッコさんです、はい、先ほど学生のアルバイトさんの扶養の話がありましたけれども、うん、はいはいはい、学生のバイトの扶養はうちの職場も同じですと、うん、学校が休みなのでアルバイトに励んでいたら扶養が超えそうになり、今年はもうアルバイトができないという子もいるようで、うん、これから年末に向けて書き入れ時なので店長は頭を抱えておられます、はい、今年はいろいろ異例なことも多いです ね、 ね、本当俺も今年全然税金のことが分かんない。あ、毎年税理士さんにお願いするけど、前年までの収入があって、はい、で確定申告とかやったりとかしてたけど、収入は多分超えてないんじゃない、何もやってないからね、うん、何もなかったから、ただ出ていくもんがあったりとか、それによって、はい、とかその損害を被ったこととかもあったりとかするから、ちょっと相談しなきゃなと思うけど、そうですね、ただ俺みたいなやつがいっぱいいるだろうから、俺クラスが行っても今迷惑になんないかなとか思うのね。うーん、今はね、多分相当な方々が税理士事務所とかに、はい、その手当がこうだとか商売やられてる方とかいろんな方が言ってるだろうからね、早め早めがいいですね、うん、そうだね、うん、で分かんないことがあったら専門家に聞くっていうのが多分一番手っ取り早いんだろうなと思ったりする、はい、うん、そう思います。さあさあこの時間になりますと午前様クイズの答え発表ですけども、その前におさらいということで今日は私から、はい、借りました貸しましたで問題を出しましたけども、はい、借りる貸してもらうっていうことで言うと、もう俺らが中学校高校大学でいうとレンタルビデオ屋さんが始まりましたよっていう、だから今までなかった文化が始まりましたって言って、で中学校の時にレコードがレンタルが始まりました、はい、で高校になってビデオのレンタルが始まりました、うん、で大学生ぐらいになってそれがどっかものすごく当たり前みたいに、はい、もうなんか猫も杓子もレンタルビデオみたいに、もう借りない人たちはカッコ悪いとか、うん、メンバーズカード持っとかなきゃとか、でありました、ね、ビデオデッキ買わなきゃとか、はい、でベータなのか VHS なのかとか、どこのメーカーなのかとか、はい、いろんなことがなんかこう、うん、時代とともに進んできたよねみたいな気がするんですけど、そのレンタルビデオさんが全盛を迎えた時に大学生だった私横山は、はい、友達5人、まあ、サークルの5人なんですけど、ダビング大会なる大会を行い、はい、男5人でレンタルビデオ屋さんに行って1人3本ビデオを借ります、うん、計15本です、でそれぞれが家からビデオデッキを久間さんという先輩の家に持ってきて、でつないで、うん、で久間さんのデッキで再生して、はい、でこれをダビングしたい人っつって、はーいっつって、うん、はい、じゃあこれは誰と誰と誰がダビングします、じゃあスタートします、はい、これ終わるの2時間後ですみたいな、自由行動ですとかって、でそこでみんなお菓子食べたりご飯食べたりお鍋つついたりお酒飲んだり、うん、いろんなことをする、うん、学生ならではですね、はい、30時間にわたるんですよ、すごいです、はい、長いです、はい、合宿みたいですね、そうなんです、うん、ただ映画研究部なのでこれは映画研究部の部費からお金が出るっていう映画を研究してるわけですから、はいはいはい、まあ確かにそうです、うん、そうなんですよ ね、 ね、まあそうですね、うん、うん、でこの話ですが、ダビング大会、はい、に1個だけルールがあった、それは一体どんなルールだったでしょうか、が今日の問題です。はい、ラジオネーム高畑城主さんです、うん、今日の答え、ブレーカーが落ちないようにデッキとテレビ以外電気製品を使ってはいけないというルール。あー、そうだね、これはありそうだなと思いました。こたつ入れたらどうとかあった気がするね。おー、でも落ちてなかったとは思う、ただ落ちてたよね、よくね、ブレーカー、まあ、一人暮らしの家だとね、うん、余計にそれはあるかもしれないですよね。ね、よく女の子とかだったらね、はい、ドライヤーつけた瞬間に全部落ちますみたいなのがね。そうですそうです、あります、あります、私も、うん、あーと思って、ね、全然気にせずつけちゃうから。なんかさ、昔ブレーカーの場所ってみんな知ってたよね。あー、今なんかブレーカーの場所とかあんま意識しないじゃない。はい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 、まあ確かに隠されてたりしますよね、うん、うまく、うん、あ、ここにあったんだっていうようなとこにね、ブレーカーあったりする。昔家族みんながブレーカーの場所を理解してた。うんうん、そうでしたね、うん、確かに私もありました。実家の一軒家でもたまに落ちてたもんね。ホットプレート使って、だからドライヤー使って、なんとか使ってってなったら、ダーンって急に落ちて、誰かこれはもうドライヤーかなんかつけてやろうかーっつって、いや、その前にお父さんがホットプレートずっとつけてるよねみたいな
あんなやつ意外とすぐ落ちるなって思うんですよね。勝太郎さんです。字が綺麗な横山さんが必ずタイトルを書くというルールがあったんじゃないですか、はい、うん、あ、タイトルも凝ってたよね、うん、なんかこうシール貼るじゃない、はい、このビデオのはこれですよっていうのとかを、映画雑誌とかから切り抜いてさ、かっこいいの作ったりとかさ、あ、付録とかありましたよね、雑誌のテレパルっていう、うん、はい、テレビの雑誌とかにそれ専用のシールとかが、はい、VHS 用ベータ用とかついてついてたりもしたし、はい、あと本当雑誌から写真切り抜いてそこに一文字ずつ入れたりとか、うん、まあ、手書きの人もいるし、いろんなので凝ってたよ ね、 ね、私もおばさんがそのテープにトムとジェリーをたくさんダビングして送ってきてくれて、うんうんうん、でそのトムとジェリーのこのタイトルもすごく凝って可愛らしく書いてくれてて、うんうん、ずっと見てました、ちっちゃい頃ね、え、うん、俺だって中学生の時に酒井さんっていう女の子が俺に寺尾明のリフレクションズっていう LP をダビングしてって言って、俺が持ってたから、で俺ステレオも持ってたし、で俺んちほら不動産だからコピー機もあるから、だからそのさカセットテープのラベルみたいな、はい、やつすごい凝って作ったの。たらもう横山君に頼んだらもう今夜のねもう買ったようなカセットテープを作ってくれたよって言って、酒井さんがそれ言ってくれたもんだから、みんなが俺にダビングしてくれダビングしてくれって言って、はい、まあ今だったら違法なんだけどねそういう意識ないからさまだ、はいはい、すごいそれでモテたことがあった。あ、うん、だから寺尾明のリフレクションズと、うん、オフコースのイエスノーとかが出た LP、うんうん、LP とかみんなが俺に頼んだ、はい、そうです、超かっこいいの作ってた。へえ、嬉しいですね。でも 人からこう求められるっていうところでは、うん、モテるってこういう感覚なんだと思った。いやちょっと違うと思うけど、モテキって思ったあれがテープを通してというちょっと寂しい気持ちになります。呉田たけちゃんさんです。はい、横山さんが学生の時にしていたダビング大会のルールとは、うん、ダビング時間が長くかかる人が料理を作るではないでしょうか、うん、あ、でもさ作れる人と作れない人がいるから、当時俺何にも作れなかったから、それこそ家からそのうまかっちゃんとか、うちの母ちゃんとかがさ段ボールで送ってくれるんだよね、はい、インスタントラーメンとかあと野菜とか、うん、学生にはありがたいですね、うん、ラーメンとかも。で野菜とか家にあっても全然使わないのよ。いや、そう思います。料理しないから、はい、だからそれとかをその時持って行ったりとかして、うんうん、であの炒め物料理じゃなくてほとんど傷んでるっていう炒み物料理っていうのを作って怖い。でそれをジャーってやってラーメンの上に乗せたりとかして、はい、で食べたりとかしてた学生っぽい。そう、お前横山の頃あれやろがもう野菜やろも干からびちゃうやつやろがって、うん、そう思います。炒み物料理ですとかって作ってた。うまいこと言ってますね。とぼけた猫さんです、はい、人が借りたビデオに文句を言わない。あ、そう、それはねあるあるある。つまんだから俺はマニアックだからさ、うんうん、みんなよりも映画とかちょっとマニアックだから、ええ、他の人はその有名な大作みたいなのをダビングすんの、はい、俺はもう誰も知らないような人知れず俺だけが好きみたいなのをやるから、うんうんうん、なんか横山のはちょっと嫌だねとは言われてた。あ、うん、人によってやっぱね好きがありますからね、うん、好みがあるので。だってさ久間さんとあと大町っていうのがいたのね、はい、この二人とかはあのスケバンデカとかそういうのとかばっかりすんの。あ、流行り物とか、うん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 、俺どうでもよくてそういうの、はい、ちゃんとした映画見ようぜ映画研究部だからさと思って。で浦部さんっていうのは仮面ライダーばっかりしたりとかするしさ、なんだかなとかって思ってた、うん、でそこに菅原さんっていうのが来て、はい、仮面の忍者赤影はどうとかって、もう赤影とかどうでもいいんだけど、ジュリケンシュッ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 シュってみんなで歌ってするけど、俺全然普通に映画が見たいんだけど。いや、それだったら抜けたらいいじゃないですか。でもさ、そこにいないとデッキが2台ないとできないのよダビングが。ああ、じゃあ他の人とっていうことができない。そう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 。結構いろいろありますね。あんの。人間模様みたいなのが、うん。だからなんとなくみんなちょっと合わせようぜみたいなのはあるけど、はい、全然自分のと趣味が合わない時も文句は言わないみたいな。うん、まあ、ダビングしなかったらいい話ですもんね。そうそうそう、私抜けますみたいな感じですもんね。うん、2,3 本嫌なのが続くと、くそ帰りてえなーとかと思ってた。今日つまんないなって、ね、うん、つまんないな、今回の調子つまんないなとかあった。ありそうです、うんうん、続いてラムネの母さんです、はい、今日の答えは彼女を連れてこないではないでしょうか。でもとてもじゃないです。だって6畳とか8畳ぐらいのところに男が5人いるんだからね。でそこにベッドがあってこたつがあってビデオが5台置いてあるんだよ。はいはいはい、もうほぼ雑魚寝の状態です、うんうんうん、そこに女の子が来る余地なんかないですよ。
もうそうですね、うん、そのあたりはしっかりした。何にもないです、そこ30時間何にもないですじゃあこれ最後です、はい、ラジオネーム萌えしきさん。年に一度アカデミー賞の真似事をして発表し合っていた。あ、してないな。ただ、うん、俺は自分が持ってる、ノートに毎年1年間見た作品が書き込まれていて、はい、で自分の中だけの横山映画祭って名付けて、はい、ベスト10をつけてた。あ、へえ。1990年ちょっとぐらい、会社入ってすぐぐらいまでやってたな、はい、へえ。今でも私も映画音楽コーナーを金曜日にさせていただくようになって、毎週毎週自分のスケジュール帳の金曜日の欄に今週何だったっていうのを書くようにしてて、で自分がこうパーって見返した時に、あ、これ良かったなとか面白いのでやるようにはしてます。そうだね、見た映画、見た作品、映画と DVD と読んだ本とかは全部スケジュール帳に書いてるね、一応ね。そうですね、そう、好きな作品を忘れちゃったりしたらもったいないなと思うので、うん、ということで、はい、さあ横山さんは大学時代ダビング大会というのを友達と行っていましたが、その中であるルールがありました、うん、さてそれは一体何でしょうというのが今日の問題でした。では正解の発表です。はい、1人が3本借りることができるので、5人で15本なんですけど、まあ大体1作品が2時間ぐらいだから30時間ぐらいかかるんですけど、はい、まあ、全部映画だったりとかするとめんどくさいじゃないですか。はいはいはい、なので、うん、3本借りる中の1本はエロビデオっていうのが決まってました。え、3分の1ですか。はい。え、ってことは5本集まるってことですよね。そうですね。でこれが当時まだビデオテープが若干高いんですよ。はい、貴重なんですよ。なので例えば1時間半で終わる映画とかあるじゃないですか。はい。その1時間半終わったそのビデオテープは残り30本あるんですよね。はい。そこにそのエロいビデオのいいとこだけダビングする。嫌だ嫌だっていうのをやってました。だから昔俺が撮ってる映画とかは、はい、タイトルとかは例えばさ、あの羊たちの沈黙って書いてあるけど、後半はエロビデオ全部隙間にエロビデオが入ってる。それ忘れて誰かと見たりすることは。それがね、はい、だから最近になってデータとか VHS とかを、その DVD に焼きたかったりとか、あと DVD にならなかった作品とかがいっぱいあるの。だからもう今は見られませんみたいな。だから最近だとほら、あのこのコーナーでも番組でも紹介したけど、うん、桑田佳祐さんの稲村ジェーンとか、あーとかは VHS になったけど、はい、DVD になってないの。でそれを俺は持ってるわけよ、ダビングしたやつを、はい、だからあ、これちょっと DVD に焼き直してもらおうと思って、したいですよね、業者さんに頼もうと思うけど、はい、待て、お尻にエロビデオがついてるかもしれないって必ず思うの。それはそうですね、うん、誰かに頼むのはね、はい、ほらってなりますから、見てる人もきっと。たとえ1時間50分の映画で10分しか残らなかったとしても、その10分にもエロビデオのハイライトが入ってます。いや、すごい。ビデオテープがもったいないんだよ。まあまあ、高いから。気持ちはわかりますけど、高いからっていうのね、背に腹は変えられない。そうです。そうですか、うん、まあね、高い好奇心しかりどうしても保存したいっていう。そうですね、気高い股間、高い好奇心気高いかどうかは分かんないです。まあね、大学生の男の子たちが集まったら、うん、まあ、確かにそういうことになりそうな気もしないでもないです。だからこの人はこの人が好き、この人はこの人が好きっていう好みも分かるので、俺はその時初めてみんなから、横山ってよ、ちょっと痩せ気味とか好きやがれって言われて、いや俺ぽっちゃりですっつって、俺ずっとぽっちゃりが好きだったの、はい、だけどそうか、自分が付き合う子はぽっちゃりがいいけど、鑑賞用は痩せた人がいいんだとか、だから自分の付き合う人と逆に行くんだってのが分かった。へえ客観的にね、うんうんうん、見てもらって、みんなもそうなの。彼女がいる先輩とかも、はい、全然彼女と逆の方だったりするの、借りるのが。求めるのは逆なんですね。ああ、だからすごいおっぱいが大きい人と付き合ってる人は貧乳のビデオを借りてるし、へえ、スレンダーで痩せた子と付き合ってる人は巨乳ものみたいなの借りたりとかするから、はい、どっちが本当の思考なんですかね。そうなると分かんない。だからその時自分がどっちかっていうことなんじゃないの、はい、ああ、うん、それが多分今の自分なんだけど、はい、やっぱ人はほらないものねだりをするから。そうか、うん、結局芝が青く見えちゃうっていうことでもあるってことか。はいはいはい、なるほど。だからいるじゃない、女の人とかでも、これ今俺いい話してるよね、ちょっとね、
人生の奥深い話してるよね。そうなんですね、うん、そうなんみんなそうだそうだっていうから多分そうかな、この話を続け聞きたいんだと思うんだけど、なんで私こんな妙に納得してるんだろうってちょっと思ってたんですけど、あれさ、はい、女の人とかでさ、うん、旦那さんとかが浮気するじゃない、はい、ね、だ時にそれが自分よりも圧倒的に綺麗だったりとかすると、はい、しょうがないか、まあまあまあって思うと思うの。それが自分が見た時に、うん、多分絶対に自分と真逆の自分がなんか意味嫌うような人とそうなってる時の方が多い気がするので、怒りがとんでもなく収まらないんだと思うの。それは多分あなたがいるから逆に言ってんだよねと思うんだよ。だから自分のなんかむちゃくちゃ美人とつけてたらあんた超ブスってことだからねっていうだから逆だから、そういうこと、うん、そういうことになるんですか、うん、で逆だから なんでこんな女と付き合ってんのって思ったら自分が綺麗だからですよ。あ、そうか、いやそれでもやっぱり嫌ですよね待って待って、あ、そうかって今思いそうになったないものねだり。はあ、横山さんのじゃあその考えの根源というのはそのダビング大会でそこでできた、はい、久間さんはこう、浦部さんはこう、大町はこう、内藤はこうって分かったから、あ、そういうことかつって、でみんなで話しちゃったりとかしてだよねとかして映画研究会よりそっちの方が実りがありそうですね。いや、あったなということで、はい、正解は、うん、3本のうち1本はエロビデオを必ず入れること、はい、っていうのが正解でした13人正解だそうです。 あそうなんだ。そういうビデオを借りてはいけないと答えた方の方が多かったそうです、うん、でエロビデオ1本入れなきゃいけないというのを言った方が13人、13人はい、はい、いらっしゃいましたので、じゃあエロティック13ね。じゃあその13人の方の中から今日は3人に富士山自慢イカ姿フライゴールド6枚入り10袋をお送りします。当選者は番組のエンディングで発表します。スポーツ一直線。さてさて、広島カープ森下正人が新人王に選ばれましたよと、はい、すごいです、おめでとうございます、ね、今シーズンは明治大学からドラフト1位で入団し、150キロを超えるストレートを武器に先発ローテーションで奮闘しましたよということで、はい、10月以降に4連勝するなど10勝3敗、防御率 1.91 の好成績を残し、セパ両リーグを通じ新人で2桁勝利と防御率1点台を同時に達成するのは1966年の巨人の堀内恒雄さん以来。あー、へー、これ新人王ってプロ野球の担当記者の投票で決まるんですけども、はい、有効投票数313のうち303を獲得し、うわー、うん、圧倒的な勝利で新人王に輝いた、うん、逆に言うと他の10人は誰に入れたんだろうと思うよね、うんうんうん、そうですね、うん、どうシーズンを見たんだって思いますね、うん、だから印象でお前10人いったよねっていう人がいるわけじゃない、うん、ね、そうですね、それ考えるとやっぱ人に選出される選ばれるってのは大変なことなんだなと思うし、もっと言えば取れる時に本当に取っとかなきゃダメだよねって心から思うよね。うん、だってさ、俺広島本大賞っていうのがあって、はい、で俺ふるさとは本日も晴天なりって、10個のノミネートの中に選ばれて、しかも俺最終結論が次点だったのね、だから2位だったの、だけどそれ誰も知らないもんね。で1位の人は広島本大賞取りましたっつって今本なんかそうやって専門的な感じで、はい、いろんなところでコメンテーター出てるけど2位俺だからねっつって、うーんっていうのとかやっぱ取っとかなきゃダメなんだよねと思うし、うで、ね、であの時にやっぱ根回しとかできなかったもんなと思うの、いろんなことがその選出する人たちのこと分かってたけど、うん、ああだけど何にもしなかったもんな、やっぱなんかしなきゃダメなんだろうなとか、あとこれからの貢献度とかいうことに関してもいろんなことを見たんだろうな、だって俺の方が10倍ぐらい売れたからさって思ってんのね。だからいろんなことがあるから取れる時に取るっていうこと、はい、それは将来の自分のためだよなっていうことと、ともに過去の頑張った自分がそこで初めて評価されますっていうことでもあったりとかするので、はい、過去の自分が褒めてもらえるっていうことと、うん、未来の自分の糧になるっていうことで言うと、皆さんもいろんなチャンスとかポイントがあると思うから取れる時は取る、うん、そこ遠慮しない、なぜならば未来の自分がそれで助けられたりとかするからねって思ったりするので、本当なんかこうやって、うん、そうか
たくさんの300人以上の方が投票したんだと思うけど、300人以上がするけど10人はしなかったということを考えると、おおやっぱり記録とか記憶ってのは違うから記録でちゃんと取ろうぜとかって思ったりするので、はい、めでたい新人王大瀬良以来ということなので、まずはおめでとうございます。ありがとうございます。映画音楽コーナー、このコーナーは軽文社の提供でお送りします。映画ファンの皆さん大変長らくお待たせしました。今週も横山裕二と河村彩奈の2人が映画の素晴らしさを皆さんにお伝えしてまいります。まずは蔦屋軽文社による最新のレンタル DVD ランキングです。10位鬼滅の刃第1巻、9位シャドウ影武者、8位ドラッグチェイサー、7位ブルータルジャスティス、6位イップマン完結、5位ドクタードリトル、4位アナ、3位福島フィフティ、2位ランボーラストブラッド、そして今週の第1位はアナと雪の女王2。以上蔦屋軽文社による最新のレンタル DVD ランキングご紹介しました。さあ今週は小説人間失格の誕生秘話を太宰を取り巻く3人の女性たちの関係とともに描いたドラマ、2019年公開の日本映画人間失格太宰治と3人の女たちのご紹介です、はい、では川村彩奈による赤ん坊でもわかる1分間くらいのストーリー紹介です。天才作家太宰治、身重の妻美智子と2人の子供がいながら恋の噂が絶えず自殺未遂を繰り返します。その破天荒な生き方で分断から疎まれていますが、ベストセラーを連発して時のスターとなっていました。太宰は作家志望の静子の文才に惚れ込んで激しく愛し合い、同時に未亡人の富江にも救いを求めていきます。2人の愛人に子供が欲しいと言われる日々の中で、それでも夫の才能を信じる妻美智子に叱咤され、ついに自分にしか書けない人間に失格した男の物語に取り掛かるのですが、稲川美香監督が極彩色の映像美で放った話題作です。はい、ということで、まあ、監督稲川美香ということで、はい、多分一番稲川美香の代表作何って言われた時、 AKB のプロモーションビデオなんだよね。おお、あ、そうですね、はい、確かにあるある、うん、うんうんうん、どれだったっけな、ヘビーローテーションとかかな。ヘビーローテーションだね、はい、多分 I want you の分だね、はい、あれが多分世界で一番蜷川美香が見られてる作品だと思うんですけど、はい、世界の蜷川と言われたお父さん、まあ、演劇とかを中心にやられた創作家でもありますけども、はい、の娘としてカメラマンだったけど映画の世界にも来て、でとにかくすごい映像美っていうと、あとこういった東京スカパラダイスオーケストラかかってるけど、こういった音楽とかをガンガンにかけてくるみたいな、はい、あ、これ蜷川美香だねみたいな作品なんですよ、はいはい、でこの作品が多分今までで蜷川色が一番ないですね。へー、はい、そうですか。そうするとあー普通って感じがした。そうなんですね、うんうん、後半ちょっと蜷川美香っぽくなるんですけど、前半部とかはそうか、中さんが普通に撮ると普通に見えちゃうんだなとは思った、はい、まあ、でも小栗旬さんの色っぽさといい、はい、あと宮沢りえさんのグッと耐える演技、うん、でも感情が溢れちゃうって、その演技も見どころだなと思いました。ね、精細が宮沢りえ、そして付き合っている女が沢尻エリカと二階堂ふみ、すごい、もう演技派、いいね、どれでもいいですよね。見る側としてはね、そうですね、いろいろ思っちゃう。だけど、あ、人間失格ってこうやって描かれたんだっていうことともに、うん、太宰の人間性とか当時の分断のこととかも分かったりする作品なので、はい、ぜひご覧になるのはいかがでしょうか。今日は人間失格太宰治と3人の女たちのご紹介でした。いやー、映画って本当にいいもんですね。さてさて、今日は廿日市にあります中古の軽自動車39万8千専門店 K マーケットなどを運営する新沢グループの新沢良二社長にスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日もボックスティッシュ5箱をお持ちしました。今年最後の出演になります。よろしくお願いいたします。ああ、そうですか。ちょっと時間がないのでとっとと言っていただいてもよろしいですか。すいません。ではでは、おすすめの車のご紹介をお願いします。はい、 K マーケットではとびっきりの目玉車を多数ご用意しております。その中から今日僕がご紹介するのはダイハツミライースです。はい、平成23年式で走行距離は5万キロ、
色はスカイブルーで車両本体価格19万8000円です。ダイハツのミライースが19万8000円なんですね。写真も見てますけど、スカイブルーという色だけあって本当に鮮やかで綺麗ですよね。はい、そうなんです。ピカピカに磨いてますし、とても目を引く色となってます、はい、ぜひご検討ください。このミライースの他にもミラやミラバンなど9万8000円の超おすすめ車もご用意してます、うん、オンライン商談も実施してますので、詳しくはホームページをご覧ください。はい、あのここにチラシが今あったりするんですけど、はい、これ9万8000円の車、まあ、目玉車でしょうけども、うん、このピカピカなので、ね、あの気になる方はぜひ、Kマーケットのホームページをご覧になっていただければと思います。ではでは、場所の紹介もお願いします。はい、広島市内からですと国道2号線沿いです。宮島を過ぎて10分くらい走っていただいたら、ホテル夢の国を過ぎて JR 大野浦駅の前を通り、もみじまんじゅうの山田屋さんの斜め前になります、うん、K マーケットという緑色の看板が目印です。では K マーケットの電話番号です。 0829-30-7225 0829-30-7225 です。また毎週金曜日お昼11時55分から放送の新沢良二の釣りラジオ、今日は宮島沖で鯛を釣った話を放送です。ぜひお聞きください。おい、そしてバリシャキナウと新沢良二の釣りラジオがコラボさせていただきまして、うん、新春バリ釣りナウを年明け1月2日土曜15時から放送させていただきます、はい、こちらもぜひお聞きくださいね。あー、言い切ったわ、うん、ありがとうございます。やりきった感があるね。ありがとうございます。だから本当はちゃんと読んだらちゃんと読めるのに、わざと下手なふりをしながらちょっとスピード感もあってみたいな最後の出演でそれが明らかになってしまいましたか。うんだよね、プロですね、うん、いや本当大した役者です今年もありがとうございました。ありがとうございました、ね、でも1月2日、バリシャキナウとのコラボ企画ということで、はい、土曜日3時から、うん、ね、午後3時から放送ということなので、ぜひ聞いていただければと思います。そして目玉車もたくさんあるので、ぜひ K マーケットホームページ見ていただければと思います。今日は中古の軽自動車39万8000専門店 K マーケットの新沢良二社長にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。午前サバサバ、さあラジオか、今日はあさこですけども、どこにいるでしょうか。鈴木あさこ、あさこ、はい、おはようございます。おはようございます。今日この時間はせーの、みんなのバンバンバンキー屋さんの音楽フレーズ、これおなじみの広島市安佐南区大町東にあるみんなのバンキー屋さんにお邪魔しています。はい、あ、拍手をもらいました。ありがとうございます。嬉しい。アストラムライン沿いということもあって車の通り多いんですけれど、うん、シックな青色のコンテナの工場に黄色い文字でみんなのバンキー屋さんって書いてあって、すっごく目立つんですよ、うんうんうん、で工場内を見てみると今まさに車の板金塗装がされていて、うん、スタッフさんが大きな工具を使いながら作業に当たってるところなんです、うん、はい、では詳しいお話をアイランドオート代表の小林社長と板金部門フロントのさぬきさんに伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあまず小林社長、こちらはどんなお店なのか改めて教えてください。みんなの板金屋さんは、はい、車の傷へこみを直します、はい、当社では、はい、仕上がり納得、価格も納得、うん、あなたをも納得、うん、をキャッチフレーズにして、うん、お客様に満足いく板金塗装を提供しております。おー、それは安心ですよね。でも板金が必要な時って事故をしたりトラブルの時って多いと思うんですけれど、女性の私としてはうまく説明できるのかなって心配とか不安が募るんですよね。サービスの流れを教えていただきたいんですが、さぬきさんお願いします。あ、はい、当社ではですね、うん、まず事故の時のヒアリング、うん、状況確認から始まり、うん、車体の確認をして見積もりを提出します、はい、お見積もりにご納得いただければ、はい、板金塗装をしてお客様に愛車をお返しします、うん、お見積もりは無料で行っておりますのでお気軽にご相談ください。それはありがたいですね。見積もりが無料っていうのもすごくいいですよね。そうですね、うん、まあ今からの時期っていうのは、まあ、雪が多くなるので、はい、まあ、事故が多い時期と言われているんですけれども、うん、まあ、もしもの時はぜひみんなの板金屋さんをよろしくお願いいたします、はい、安心して板金のご相談ができるからこその専門店ですよね。それではさぬきさん、
みんなの板金屋さんへのアクセス方法を教えてください。あ、はい、JR 大町駅すぐそば、うん、青い看板が目印です、うん、お車ではアストラムライン大町駅から毘沙門台駅へ北上いただいて、うん、右側に煙突がついた青い屋根の建物が見えてきますので、うん、そちらをめがけてご来店いただければと思います、はい、くれぐれもお気をつけてお越しください、はい。さあ最後に皆さんご一緒にせーの、アイランドオードもよろしくね。さあ決まりました、ありがとうございました。この時間は広島市安佐南区大町東にあるみんなの板金屋さんからお送りしました。小林社長、さぬきさん、スタッフの皆さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。最後拍手なかったんで最後あのいやなんで拍手を求めてるんですか。朝子がさ、はい、一番最初に、うん、今日はこの CM でおなじみのせーのみんなのバンバンバンキン屋さんって言ったけど、せーのってあれ誰に言ったのって。いや分かんないですけど、周りの人も歌うのかなと思ったら、はい、ソロで歌いやがったからさ、どうなってんだろう。だ最後は息があったでしょ、ね、そうですね、よかったですね、よかったよかった。あの CM 最近よく聞くもんね。はい、聞きます、聞きます。あと看板もちゃんと目立つよね、あそこやってみたいね。はい、そうですね。なのでぜひぜひ皆さん、板金のことならみんなの板金屋さん、はい、お声掛けいただければと思います。ラジオカーは鈴木あさこでした。おじゃまぱじゃまさんです、はい、昨日母に前歯抜けてるやんって言ったら、ありますよと返ってきました、うん、よく見てみるとスキッパでした、はい、久々にまじまじ見たので気づきませんでした。あ、この間探偵ナイトスクープを見てたら、はい、大川栄作さんは絶対に前歯が見えないっていうのをやってましたね、すごかったです。午前様様お墓、おおの反響がすごい、はい、モナカから、私は田舎よりもお墓は街中がいいです、うん、なぜならば虫が怖いからですそして新天地公園にできるであろう横山の日に横山詣をしようと思いますリアル横山詣、みんなお酒とか置いといてほしいよね。いや、わか、新天地公園だったらでも、うん、ね、飲まれそうな気がします。横山の日にお酒とかかけてほしいよねそうですね、うん、でも夜とか誰かおしっことかするんだろうな。しそう。リュウ君ラブ、嫁ぎ先のお墓は夜は家の明かりも届かない山の中です、はい、申し訳ないけどもお母さん、子供たちには実家に骨だけ帰らせてと話しています。うん、亡くなってから親元へ、あの世では血のつながる両親と一緒、おいっ子めいっ子にお参りしてもらえますようにと思っています。はい、はたまま、墓はあるのですが墓じまいをする予定です。お、私は花火葬を希望します。花火葬、夫はちなみに海洋散骨希望、はいはいはい、海ね、で海洋散骨はあちこちで行われていますが、はい、花火はなかなか見つかりません、うん、残した家族に最後に泣いてほしくありません。お祭り女らしい最後だったねと笑ってほしいです。広島でも花火葬を始めてほしいです。へえ、いっぱい来てる、いっぱい選択肢自体よね、いろいろね、ありますもんね、うん、今だからそれを調べるとこから始めないと。花火葬とかって、うん、要するに花火としてバーンってなるわけっていうことですよね。花火大会とかで上がるってことでしょ。うん、まあまあまあ、だからどれだったんかねお母さんとかなるじゃないどの分だったんか ねって言って、何色何色ってなりますよね。おうおうおう、これかねバーンどうかねこれかねバーンどうか、結局最後までわからんかったんじゃけどみたいにならんかねかもしれないですね、うん、声が聞こえてきたらいいですからね。あ、そうだね、今だよ、うん、遺骨飛びますみたいなこれだよすごいいろんなのあんね、うん、驚き。今からね、あのどこの馬の骨ともわからないああ、ババちゃんっていうのが出てきますので、はい、どこの馬の骨か、ちょっと皆さんもご愛顧いただければと思います、はい、ジャパネット高田ラジオショッピングババさん、東京の馬の骨でございますが何か、あ、そう、麻布の馬の骨、麻布の馬の骨でございますけれども、ね、はい、何か、ババちゃんどうしたい、え、
いや僕もやっぱりドンキホーテとかの賑やかなとこがいいよね。ドンキホーテに2人ユージが2人いるんですか。痛い、賑やかなとこ痛い、なんか24時間営業のとことか痛いなの方がいいよね。いいと思う。ババちゃん家はどこにあるの墓。え、墓はね、うん、もう今ほら納骨堂になってますよね。あ、なるほど。お寺の一角の納骨堂に代々の墓はね、両家ありますよ、父方と母方とね、うん、へそうなんですよ。だから鹿児島、そうですよね、鹿児島までね、うんうんうん、帰らなきゃいけないんですけども、墓参りは ね、 ね、だけどまあ墓参りに行くからこそ、うん、まあその先祖とかを思うとか、あとそれこそ年末年始とか大掃除とか墓掃除とかもそうだったりするけど、いろんなちゃんとしたことができる気がするよね。そうなんですよね。はい、いやだからですね、うん、今日の商品はですね、はい、そんな年末の大掃除、うん、そしてお墓のお掃除にも使ってください、はい、あのケルヒャーの高圧洗浄機のご紹介でございます、はいはい、今日のお電話のタイミングだったら年内お届け間に合います。おすぐに倉庫を出せます、うん、これが来週ぐらいになるとね、すいませんちょっともう年越しますっていうご案内に変わる可能性がありますから、なるほど、ぜひ今日ねいいなと思ったらお早めのお電話ご検討をお願いいたしますよ、はい、だってね大掃除の中でもほら家の中って比較的簡単なんですよ、うん、掃除機を使ったりねスチームクリーナー使ったりしてパッパッパーとできるんですけど、はい、家の外回りのお掃除って一戸建ての皆さん大変じゃないですか、はい、大変です、ね、ブロック塀ゴシ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 デッキブラシでこすったとしてもですよ、うんうん、頑張った割には落ちないんですよ、はい、ね、あのアプローチなんかもね、うん、長年の黒ずみ汚れ苔汚れ、うん、取れないですよなかなかね。あれさ一回濡らすじゃない、でゴシゴシやるじゃん、うんうん、濡れてるから、うん、なんか綺麗になってる気がして、はい、乾いてからあれ何にも変わってないんだけどって思うよね。そうそうそう、むしろちょっと黒ずみ広がったなって時ありますね。しかもねあの前あの水撒きながらだからもうね、うん、そのあたり全部べっちゃべちゃになっちゃうからね、はいはいはい、そう。でもこの高圧洗浄機が届いたら、うん、皆さんもうデッキブラシは何にも使いません、はい、使うのは皆さんは指だけです。そう、はい、指先でレバーをギュッと引いていただいたらあとは水道の圧を 37.5 倍、うん、約40倍のパワーに変えてブシューッと出てきますんで、はい、これを落としたい汚れに当てるだけ、うん、当てていただいたらそこだけが消しゴムで消したみたいに綺麗になっていくんですよ、うんうんうん、ブロック塀はあの新築の時の輝きに戻ります、はい、それぐらい綺麗になっちゃう、うんね、だから今までのあのデッキブラシの苦労は何だったのっていうぐらいに、はい、あっという間にブロック塀が真っ白になっていくんです。これね、アプローチだってこの高圧洗浄機って、ね、ゴルフのコンペの商品でもらったの。はい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 、でうちマンションだから、うん、ええ、実家の父親のとこに送ったの。はいはいはい、たら、うん、お前が送ってきたもんで一番いいもんじゃって言ってた。そうそうそう、高圧洗浄機で全然もう今まで何にもどうしようもならないと思ったと思うか、うん、嘘みたいに綺麗になるっつって、うん、そうなんですよ、うん、新築の輝きに本当に戻るんですよ、はい、で特に車をお持ちの方はですね車のお掃除にこそ使ってください、うん、これね例えばほら年末になるとあのガソリンスタンドとか洗車場に行って、はい、あのドライブスルー方式のね、うん、洗車機にこう入れられる方多いと思うんですけど、はい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 、あれってほら磨き残しとか洗い残しのところがあるじゃないですか。あるミラーの下のところとかね、うん、あのワイパーのところとか、はい、そういったところもこれ高圧洗浄機が届いたらですね、うん、車専用のアタッチメント2つセットで付けます、はい、これがフォームノズルとウォッシュブラシといいまして、うん、フォームノズルでクリーミーな優しい泡がブシューッと出てきますからたっぷり吹きかけてでウォッシュブラシ毛先が柔らかいソフトブラシになってますんで、うん、これで優しく撫でながらお掃除をしてください、はい、そしたらもう車中の汚れという汚れがピカーンと輝くわけですよ。はいはい、これめちゃめちゃいいですよ、うん、だから洗車場に並ぶ必要もありません、はいね、時間ができた時にちょっとね頑張っていただくだけで綺麗にできる。特にですね今の季節ってほら山道を走ると、うん、あの除雪剤が撒いてあるところ、ああそうだそうだ、ああいうところはほらあれ結局塩だから、うんうん、車の下回りがね錆びるんですよ。確かに、山道ちょっと走ったなと思ったらすぐに洗い流してください、うん、車を長持ちさせる秘訣です。確かに ね、そういった使い方もできるのがバリオスプレーランスっていうね、ほうほう、ちょっとね横長の水流が出てくるノズルがあるんですね、うん、
これがあったら本当に万能、はい、あの水圧を変えることができますんで、うん、花壇のこう水やりとかにも使えます、芝生があるご家庭はね、芝の水やりなんかにも使えるんですよ。あ、いい。あ、そう。これ便利ですよ、うん、そしてね、サイクロンジェットノズルが 37.5 倍ブシューッと出てくるタイプですんで全部ブシューッと変わらない。ブシューッと勢いありますもんね。そうね、だから、長年の汚れも全部落ちると、うん、でこのアタッチメント類だけでもですね、後から買ったら 14,910 円分、はい、これを漏れなく全部高圧洗浄機につけます。ほう。つけてのお値段が税込み価格 29,800 円なんですよ。ってことは、うん、付属品と本体も同じぐらいの値段ってことですね、うん、そう、はいはいはい、でも今ジャパネットは利益還元祭開催中ですから、はい、今だけなんと1万円引きが適用されますんで、お、今だったら税込み 19,800 円なんです。もう付属品代だけの感じ。本当イメージで言うと本体もう5000切ってる計算ですよね、うんうんうん、本体がおまけでついてくるみたいなどっちが付属かわからないぐらいの金額になってるっていうのが今のご提案なんですね、はい、だから今のお電話だったらもう年末の大掃除間に合いますから、うん、ぜひ気になった方はお早めのフリーダイヤル 0120-441-555 番、441-555 番でお電話お待ちしております。確かにね、高圧洗浄機、うん、うちさ、はい、親父送ったらさ、お袋がもうお父さんがよ、あれをもう毎日出してきてかいよ嬉しそうにやっちょがねつって汚れてる場所探したくなる、ね、間違いなくハマりますよ。ハマる。あの快感に楽しいもん、あの面倒くさかったことが楽しいことに変わるんですよね、うん、それが一番ですね。ね、いい商品でしょ、うん、はい、ぜひぜひ気になる方はジャパネットの皆さん電話をして、ババちゃんの説明で買ったとそうそう、ババのラジオを聞いて買ったとおっしゃってください、ね、どこの馬の骨かわからない人で買った違うババのっておっしゃってくださいよ。麻布のババのって麻布のババのって大丈夫でお伝えいただければと思います、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ジャパネット高田ラジオショッピング、今日もババさんでした。ジャパネット、ジャパネット、夢のジャパネット、高田。御前様会議その2。毎週さまざまなテーマでリスナーの皆さんと話し合いをするこのコーナー、今週は貸しました、借りましたでお送りしています。はい、ラジオネームおめめちゃんさんです。ほ、小学生の時、私が持っていた墨汁は普通の量ではなくお得用のでっかいやつだったので、うん、習字の時間になるとクラスの子が何人か私の机のところに来ては、ねえねえ墨汁忘れたけん貸してと借りに来ていました、はい、貸してって言われたけど、私は今度墨汁返してねとは言わなかったです、うん、35年も前の懐かしいお話です。あ、言わないでしょうまあ使いっきりですからね。うん、何気にさ、こうやって御前様とかやってると、はい、みんながそういうことを根に持ってたりとかこういう私褒めてください的な人意外と多いじゃん、うん、はい、で振り返ってみると自分も意外そういうとこあったりするよね。いや、あります、あります、うん、でラジオだから言える気がするというか、なんかこういう私を褒めてくださいって言いたくなります、ね、墨汁ちょうだいねとは言いにくいよね。ちょっと墨汁貸してとかっつって、うん、じゃあ返すんだよねってね、うん、言わない私って偉いでしょっていうのを何十年も経った後に言うわけでしょ墨汁ね。でも小学生の時、まあ、鉛筆なり消しゴムなり、うん、人に貸すのがちょっと嫌で、嫌だね、なんか帰ってこない気が本当にしてました、うん、で実際帰ってこないこともいっぱいありましたし、あったね、うん、大人になってもう全然っていう感じですけど。タバコ吸う人たちはライターがそうだよね。あ、ちょっとライター貸してっつって、で例えば座ってさ、ご飯食べてる時とかに、うん、あ、じゃあって、俺はほら、あのそういうところに関しては気が利くからさ、野球部だったからさ、はい、先輩後輩みたいなのもあったりとかするし、だから真ん中ぐらいに置いとくのよ、はい、タバコと一緒にライターを。だからどんどん向こうの方にライターが寄ってきて、俺が逆に、あ、ちょっと貸してって言わなきゃあれ立場が変わったんだけどみたいな瞬間があるんだよね。そうですね、うん、自分の方が取るときに大げさになっちゃうっていう動作が、うん、なんだこの気の使われなさみたいなそういうの褒めてほしいですよね。褒めてほしい、うん、あとほら、みんなで大皿とか出てきたときさ、はい、まあ今コロナだから大皿で取るのダメだよって言われてるけど、ええ、俺が一番最初にやるのね。はい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 、で、はいはいはい、あ、確かに、はい、確かにやんの、ええ、あれはみんながめんどくさくってさ、その遠慮するじゃん、それを解放したいじゃない、なんか、はい、
でそれを最初にやると逆にさ、あれ今度横山さん撮ってくんないんだけどみたいな雰囲気で、いや全部俺ね、全部俺って思う時が あそうですね、はいはい、私何年か前に、うん、その RCC のアナウンサーとホームテレビのアナウンサーと、はい、あと横山さんのお知り合いの方とかと、うん、一緒にオールスターゲームをマツダスタジアムに見に行った時があって、はいはいはい、あったね、はい、でもその時に、うん、もう横山さんがまるで母のように、はい、はい、おしぼり、はい、お箸、はい、お弁当全部配ってくれて、はい、楽ちんって思う。そうなんだよ、お母さんみたいだった。ただそれを俺はあん時してやったのにとは思ってないからね。ちょっと思ってそうな。ありがとうございます。とんでもありません。続いてボサボサおばさんです。はい、今週のテーマにぴったりのことがあったんですと。お、子供たちが小さい頃社宅に住んでいました、うん、夜ご飯を作っていたりして、あ、片栗粉が切れていたなどよくありました、はい、そんな時は社宅内のドアをピンポン、ごめん片栗粉ちょっと貸してもらえる、なんていうことがよくありました、はい、小皿を持ってきてケチャップ少し貸してもらえると、うちにもよく借りに来る人もいました、うん、コンソメ、お酒、みりんなどなど調味料を作り始めて、あーなかったと思うことありますよね、はい、子供が小さい家庭同士助け合っていた懐かしい光景だなと思いました。そうだね、うん、うちは宮崎の田舎はそこまではなかったと思ってんの、はい、だけどよくドラマとか見たらお醤油貸してとかって横の人が来る描写があったりとかしたよね、うん、ありました。私も社宅に住んでましたけど、うん、そういう記憶は自分にはないけど、はい、多分あったんだろうなと。あれはあったんだよね、あの作りすぎたから持ってきたとか、はい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 、いただき物をしたから持ってきたって、で逆に言うとこっち側がなんかいただき物して余ったりとかすると、うん、じゃあ持っていこうかみたいな、うん、そういうのはあったけど、ね、お醤油貸してまではなかったよねとは思うが、じゃあ最近さマンションとかで隣の人に何か貸してって言えると思うと、昔は豊かだったよねというか、うん、人間関係はちゃんとできてたよねとは思うよね。そうですね、うん、それでなんか友達になったりとかっていうこともね、うん、どうする、横に、はい、今から一人暮らしでマンション、横にすごい誰が住んでるか分かんないでしょ。分かんないですね、はい、ピンポンってある日来て、すいませんちょっとお醤油貸してもらえないですかっつって、むちゃくちゃいい男、うん、もう自分と同い年ぐらいのむちゃくちゃいい男、誠実そうな、はい、がありがとうございましたそうなって言って、はい、で、え、醤油ですかって言って、すいませんっつって、でなんかじゃあお借りしますって言って、でもう一回借りて返しに行くピンポン、ありがとうございました、いや、すいませんでした、って、いやいや、これちょっといただき物で申し訳ないですけど、はい、ちょっとお菓子持ってきたんで、あー、いやすいません、はい、でもありがとうございます、で翌日もピンポンって来て、あの昨日使わせていただいたお醤油なんですけども、あのお借りしてもいいですかっていう話をしてたので、はい、あの買ってきたんですけど、これ本当になかなか手に入りにくい、なんか3年待ちの醤油がたまたま、3年待ち、はい、まあ、そういった仕事をもしてたりとかするの、はい、貿易関係の仕事をしてたりとかする、まあ、あの基本給もすごい高い、ボーナスもすごい高いんですけど、これちょっと1本だけどうぞ、いやありがとうございます、わざわざ、あれなんかご飯が炊けてる香りがしますね、あ、そうです、今ちょうど炊飯器のスイッチ、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、はい、ちょっとだけいいですか、ちょっと待ってください、ガチャガチャガチャって、これね卵がねすごい、もう卵すごい美味しいのがあるんですよ、さすが貿易関係、はい、でこれなかなか手に入らないものなんですけど、はい、僕は2個だけ持ってて、これでちょっと中でさっきの醤油とさっき今のご飯で卵ご飯2人でして食べましょうか、わかりました、ちょっとじゃ あのご飯だけ持ってきます、玄関先で、ちょっと入ります、ごめんなさい、ちょっと浴槽汚れてんなごめんみたいなやつが来たらどうする、そんな人来ます、え、お掃除してくれるんですか、いやー、ほんとどのぐらい掃除してないですか、もうちょっとお湯入れますね、いやいやます、ちょっと僕あっちあっちちょっと僕先入りますねみたいな、何ですかそのお宅訪問みたいな、でもそういう人に多分落とされるんだよ、ペース乱されてさ、はい、分かんないけどどんどん攻め込まれてんだけどっていう人に、そうですね、まあいっかって思う気がするよね、壁作る前にどんどん踏み込まれるってこと、はい、そうでもどんな、いや、イケメンがお醤油貸してくださいってピンポンって来られたら、ソース顔のすごいやつが醤油貸してくださいって、もういや、あなたソース顔ですよねって言えない絶対言えないですけど、警戒します、もちろん警戒します、でも、うん、出会いは警戒から始まるわけじゃないですか、そうか、いやー、でも家の怖いですもんね、ぐいぐい来られるの、いや苦手です、苦手怖い、え、じゃあ醤油を貸してくださいってもし隣が来られたら、はい、どう思います？醤油？はい、まあわかりましたって言って貸します。俺買えやと思う。まあそうだけど、そんなこと言ったら元も子もないじゃないですか。うっとうけ
なんで借りるんやって思うには思いますよ、ええ、すぐ買いに行ったらいいじゃないですか。お前ショートのとこ知らんのかバカとかって本当それは思うのは思うけど、まあそもそも出ないっていうところですよね。うん、怖いですもん。なんかそうだね、なんでオートロックを、うん、通ってきてるんだっていうのまず、うん、あれさ、なんかさ一軒のところのオートロックが開いたからって全部回る人いるよね。ああ、そうか、うん、いる、はい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 、集金の人とか勧誘の人とかで、はい、なんで入れてんのと思うけど、そうそうそう、多分どっかの家が入って開けて中入ってきたので全部回ろうとするんだよね。一回一回ね、オートロックっていうのも思っちゃうのかもしれないけど、あ、うん、確かにこちら側としては見たことない人だったらなんでって思いますもんね。そこがまず一番かも。三河屋でーすって裏から三河屋さん勝手口から、勝手口から勝手口からマンションから、おなじみすぎて開けちゃうかもしれないですねいや、醤油会社とか言わなくなったね。うん、そうですね、うん、福山の舘ひろしさんです、はい、僕は今図書館で小説身を尽くし料理長シリーズを借りて読んでいます。先日横山さんも出演していた映画を見てとても感動したので、うん、原作を読んでみたいと思って読み始めました、はい、買おうかとも思ったんですが、うん、買ってしまうといつでも読むことができると思いなかなか進まなかったりしますよね。ほうほうほう、その点借りたら返却期限があるので順調に読むことができるんです。なるほど。ただ本当に面白くて何度も読みたくなりそうなのでいつか全巻揃えようとも思っています。あ、なんかこのストーリーとしてはすごいいい話ですけど、はい、まあ、作者側の気持ちとしては買えやっていう話ですよまあそうでしょうね、どの本もね、うんうん、買えやって本当思いますね、うんうん、はいはいはい、せっこいのお前はまあでも読んでくれるんだからいいです。しかもいつか全巻揃えようとも思ってますっていうことですか。いつかとかいうやつは絶対にしないんだよ。いつか会おうねとかっていう約束とか絶対会わないじゃん、はい、そうですよね。いつかまたこの番組のメンバーで番組作ろうねって言うけど絶対作られないじゃん、うんうん、あのいつかっていうやつ、はい、ね、うん、どうしてもね、うん、いろんな、ね、釈放して全て釈放してそんなことないそれを言うことでその場を収めようと思ってる人ありますもんね、うん、飲み会行こうぜったら、あ、行けたら行くってやつが来ないもう行けないの今の段階ではい、わかります、ね、行けたら行くってやつ、そうなんですよ、うん、逆に言うと行けたら行くってやつが来た時来た、どうする本当に来たけど誘ってってちょっと思う、うん、来ない手でカウントした方がいいと思います。そうなんだよね、はい、あとね、朝子、お、鈴木さん、貸しました、借りました。家族の間で車の貸し借りが激しいです。おー、うちは2台は普通車、もう2台は軽トラなんです。普段は普通車の人気が高いのですが、はい、雪の日になると軽トラの人気が高くなり、はい、家族で車の争奪戦になりますよ。へー、うん、4台あるんですね、軽トラ、ね、軽トラ、普通車。なんで2台軽トラなんだろうね、うん、2台も確かに、うん、なんかすごい運ぶものが多いんですかね。なんだね、うん、なんだろう、実家泥棒実家泥棒聞いたことないですよ、そんな世紀の分です、ね、ひどい丸いようですねイモンティからね、はい、貸しました、借りました、病院老人ホームあるあるですけども、はい、ボールペンがよくなくなることがあります。とっさの時にボールペンがない時に近くにあるボールペンを借りる、うん、そして、貸すことしばしば、業務で貸したこと借りたことをすっかり忘れ使おうと思ったらボールペンがないなんてことがあります、はい、なので胸ポケットにはなくなってもいいように大量のボールペンを挿しています。もし病院などに行かれることがあったら少し気にしてみてください。多くのスタッフの胸ポケットにはそんなに必要なのかと思うほど胸ポケットにボールペンが刺さっている。わかる、確かにそうかも、うん、あのミッキーマウスとかさ、はい、すごい可愛いのとかいっぱい刺してる人いっぱいいる、うんうんうん、そうですね、うんうん、看護婦さんとかそうですよね、ああプーさんとか、ああ、うん、ボールペンは俺さ、あの4色ボールペンって名前が入ってんのね、はい、俺の、ええ、でちょっとなんか自分が使ってる時とかに横の人が、あ、すいませんちょっと借りていいですかって言った時に自分のとこにポンとかの瞬間に、おい俺はずっとそれ見てっからなって思うよね。それがいいボールペンだったらいいと思うんですよ。なんか何気ないボールペン で、うんうん、でそれについてボールペンごときで返してっていう自分ちっちゃく思われるかなって思っちゃう、うん、そのまんま言えないとか、いや、そうだね、言いにくいよね、うん、
もしでもボールペンを取られたら俺はどっかのタイミングでそいつのロケット鉛筆の1個だけ取ってやろうと思ってあもう書けなくなっちゃう絶対使えないようにしてシャカシャカなっちゃうね、うん、そうですねお前の持ってるロケット鉛筆をってロケット鉛筆持ってるってもう小学生ですよ今時は持ってる人いないですよ青地兄さんです、はい、昔町民運動会で借り物競争というのがありました、うんうん、指定されたものを観客席に借りに行って誰が一番にゴールするかという競技です、はい、今考えると緩い時代だなと思います、うん、借り物競争いやあったよあるよ今も、うん、うちの近所の小学校やってたよ最近ですか、うんうん、なんかどっかのお父さんが美人の人美人の人って叫びながら来たよ借り物競争いやそれはいはいったらお母さんたちがはいはいとかってすごい盛り上がってたのを俺近所の小学校で見たよあ素敵なテーマですね、うんうん、それに対してはいはいって言えるお母さん方も素敵ですごいみんなクソババクソババクソババみたいなはいはいっつってそしてお父さんは誰を選ぶんだろうかっていう奥さん連れてったダーへーみたいへーみたいクソブスとかみんな言いながら奥さん謎に傷ついちゃうあと福山のアラフォーママ、はい私のママ友は子供の入学式や卒業式の式になると毎回頼んでもいないのに式で着るようにスーツカバンコサージュまで一式貸してくれます、うん、断れずありがとうと言って借りるのですがジャケットのフィット感やスカートの丈感などが微妙にしっくりこず、はい、結局自分のを着たり新調したりとかしています、うんうん、着なかった友人のスーツはその度にクリーニングに出して返すのですが無駄な出費だなと思ってしまいます、うん、次は絶対に断ろうと思いながらなかなか言えない私です。優しいですね。そう、私も今の年齢になってきて、まあ、最近はないですけど、うん、結婚式が結構たくさん入ってることがあって、でその結婚式に着ていく服っていうのは、うん、まあ、自分でいちいち買ってたら結構な年齢にドレスとかなるんですよね、うん、で一着だったら一着をずっと着るのもなって思うし、うん、そうだね、でだったらもう結婚式のドレスを貸してくれるお店とかにもう行くようにしようって思いました。一日いくらとかで貸してくれるんで、そうだね、うん、人に借りるのが一番高くつくだろうし、はいはい、一番気も使うし、でもこうやって断ればいいのね、これどうぞって言われても、うん、あもう大丈夫買ったからとか言っとけば ね、はい、もうこれから大丈夫ですっつって言っとけば、うん、言える関係に ねなるといいですよね、まあ、この人も、ね、でも無理やり貸してクリーニングに出させるっていう手かもしれないよね。なるほど、そんな時はね、あの下田監督がクリーニングやってるからこんな被害に遭いましたって持っていったら多分安くしてくれるんじゃないかと思います。絶対ないです、そんなサービス。クロッケ、僕は常々母親から貸した金は返ってこねえと思え、額が大きければ相手との関係は終わると言われています、はいはい、10年ほど前僕の可愛がっていた後輩が東京から会いに来て20万円貸してください必ず返しますと頼んできました、返ってこないだろうなと思いつつも彼を助けたかったので貸しました、はい、それから3年経ったある日彼から僕の口座に1万円が振り込まれました。それ以降毎月1万円ずつ入金され2年弱で全額返金されました。彼は再び僕に会いに来て泣きながらお礼を言ってくれました。はい、今では九州で公務員をしながら幸せに暮らしているそうです。貸した金が返ってくることもあるんだなと思いました。いろんな事情があったんでしょうね。そうだね、貸した金は返ってこねえと思え、額が大きければ相手との人間関係は終わる。お金の切れ目が縁の切れ目。そうだね、愛情の切れ目でもあるからね、かまちゃん。昨日さ、はい、横山家でさ、森下が新人王ですっていうニュースが出た時に、はい、うちに住まう人たちが、どこの局アナが狙うのかねって言ってた。そういうね、まあ、確かに野球選手どこの局アナがって言って、なんでアナウンサーって限定して絶対局アナがさって言って、いやそれは知りませんよね。川村ちゃん、いやいやもうだってすっごい年下ですからね。あ、新人王からのチンチン王っていう可能性がありますからね新人王取ったばかりなんですから、夜はチンチン王じゃ茶化すようなタイミングではまだないですまあでも気になるところですよね、あれだけイケメンで人気があったら、はい、うん、確かにあの顔ですからね。そうですよ、どこの局アナが狙うのか。アナウンサーに限らないですよね
今週は、はい、貸しました借りましたでメッセージいただきました。はい、それでは来週のテーマを発表します。状態や心情などを音によって表す言葉をオノマトペというようです。ザーザー、ドキドキといった擬音語やふわふわ、キラキラといった擬態語など、うん、生活の中にはたくさんのオノマトペがありますよね。オノマトペっていう、オノマトペ、オノマトペっていう、はい、初めて言うね。あ、オノマトペ、私小学校の時に習ったんですよ。オノマトペ、はい、オノマトペ、擬音語、擬態語、ちゃんと言える。オノマトペ言えない。オノマトペってなっちゃうオノマトペ来週1週間練習してくださいねそこで来週のテーマは暮らしの中のオノマトペでお送りしていきます。皆さんの周りのオノマトペにまつわるエピソードを教えてください。いやだな、来週。中央通りにあるパクパク飯店というお店に集合と言われました。カタカナのパクパクという看板を必死に探していたら、手辺に白と書くパクパクというお店の名前でした、うんうんうん、なんかイメージと違いました。あ、パクパク飯店美味しいんだよね。あ、そうなんですか。美味しい美味しい。へえ、パクパク飯店、なんか可愛らしい、みんなでも集まれるからね。あ、そうですねなどなど、こんな感じで皆さんの暮らしの中のオノマトペ、ぜひぜひ来週教えてください。さあ、それではここで1曲です。今週は御前様会議のテーマ貸しました借りましたにちなんで、他のアーティストへの提供曲をお送りしています、はい、最後は横山さんにも関わりの深い1曲です。これ作詞僕です。はい、はい、横山さんがハングリーマンという曲を作詞したものを吉川浩司さんが曲名を変えて歌っています。吉川浩司さん、フェイム&マネー。作詞僕です。いやー、テンション上がりますね、はい、かっこいい。俺これがさ、コンサート行ったら、はい、必ず盛り上がりのスタートの時に歌われる曲になってるのね、はい、で吉川浩司さんのファンの方がそのシングル以外で好きな曲っていうのの人気ランキング1位になったの。はい、だからこれかかるとうわーってなるの。俺やった、また印税が入るって思って金が入るって喜び方が違いますねさあ、ということで横山さんがハングリーマンという曲を作詞、そして吉川浩司さんがそれを曲名を変えてカバーをしました。吉川浩司さん、フェイム&マネーお届けしました。さて、この時間になるとクイズのおさらいと当選者発表ですけども、今日は私から貸しました借りましたで問題を出させていただきました。はい、大学生の頃、まだね、あの著作権とか映画泥棒みたいな意識がほとんどないっていう時、うん、あとレンタルビデオ屋さんにあるビデオテープがまだ全然コピーガードとかされていない時期に、うん、大学生の映画研究部だった私は先輩たちと5人でダビング大会っていうのを行ってました、はい、で1人3本レンタルビデオ屋さんから借りてきて、でひたすら30時間にわたりダビングをし続けるっていう、自分たちが見るためにね、はい、っていうのをやってたんですけども、それの1個だけルールがありました、うん、一体どんなルールでしょうか。答えは、はい、3本借りる中3本とも映画だと疲れるので1本だけエロビデオを入れるっていうのがルールだった、はい、暗黙の、はい、そうですね、了解だった、はい、でそれでみんなの好みが分かるそうですねそっちの方がね、いろいろとね、話盛り上がりそう。メガネ系とかさああ、なるほどなるほど、うんうん、あ、そういうのもあるんですね、うん、そうなの。そうか、うん、でもそれでこう自分も気づかなかった新しい魅力を発見したりとか、うん、そうだね、することもあったでしょうしね。だから綺麗なさ、はい、単体系って言われるさ、はい、女の子のやつを選ぶ人もいれば、はい、企画物って言われるちょっと下水グロいみたいなのが好きなやつも、お前そっちみたいなのとか、いろんなことが、まあ、これ番組が終わってから詳しく話すね。いやいや大丈夫ですもうこれで十分です、お腹いっぱいさあ、それでは富士山自慢イカ姿フライゴールド6枚入り10袋、今日はラジオネームあんかけうどんさん、カルチョさん、タカタカさん、3人の方にお送りします。はい、それぞれおめでとうございます。おめでとうございます。給食ともちゃんさんです。はい、今年賀状の宛名書きをしています、うん、まずは両親のもの、そして親戚友人宛てと次々に、はい、年々数が減りますが筆で書き、裏には近況やその方を思いながら一枚一枚書いています。
そうだね、早め早めに準備して、はい、そうすることの方が心を込めて書きやすいよと思ったりしますが、はい、うん、この週末は我々は心を込めていろんなイベントに参加ということで、はい、明日は私横山が静岡放送のイベントに参加しますよということで、はい、うん、ジュネランマンズームお茶会メイドカフェでハイティオに和歌山の下丸さんと参加しますよということと、はい、で夜は横山名画劇場横劇でキョンキョンリモート出演っていうのがあって、日曜日は川村と二人で、はい、佐竹大工広島2020オンライン演奏会をやりますよということもあったりしますので、はい、ぜひまた週末もお会いしましょう。ではごぜん様、また来週、さらばじゃ。